戦車と犬と人間の RPG、やるよ。ホーム画面で起動したところから計測開始です。あらかじめセーブデータを削除しておくと、起動時にファイル選択が不要になり、若干の短縮になりますぞ。さて、最初にやるべきことは、主人公のネームエントリー。デフォルトネームがありますので、特にいじる必要はないでしょう。そして、早速になりますが、ここでムービータイムです。明日はまた、新しい始まり。笑ってごらん。誰も皆、一人じゃない。どこまでも、共に行こう。前を向いて、夜明けまで、明日の歌、歌いながら。さて、ムービー後にはシステム設定をするのですが、その間に、そのメタルマックスとは何ぞや?というお話をさせていただきます。データイーストから発売されたファミコン用 RPG、メタルマックスに端を発するシリーズで、キャッチコピーは、幽体児はもう飽きた。初代はビーム兄貴、2はタンク兄貴が、それぞれ RTA を挙げていらっしゃいます。初代リメイクのリターンズから、本家では17年ぶりのナンバリングとなる3、2の DS リメイクとして2リローデッドと続き、3DS での完全新作として2013年11月7日に発売したのが本作となります。戦車でバンバン敵を投げ払うのが爽快なシリーズですが、長くなったのでこのあたりはまた今度。さて、何やらチジョチジョシーノがやってきまして、晩御飯のおかずはもう集まったかと聞いてきます。チラチラ光るものが泳ぎ芋で、こんなこともあろうかと右側から撮るようにしていたのさ。早くもあと1個になりまして、左下のものに近づきますとヤシャガニが出てきます。敵はクソ雑魚なめくじですが、こちらも弱く素手では時間がかかるので、今渡されたパーチンコを装備し、こいつを使ってヤシャガニホフル。記念すべき初戦闘、オスお願いします。やったぜ。普通は2発必要なものの、今回は乱数が出れたようです。2戦目以降はロスなので、当たらないよう慎重に。メスに話してクエスト達成。クエストの多くは脇道になりますが、本筋の進行もクエストにされていて、その都度経験値が入ります。達成したら無駄な話は聞かんでおいて、二人の住処コンクリートへといざ帰還。慣れないうちはここのフックを掴もうとしてミスってしまうこともよくありました。コンクリートの島なので、コンクリート微笑みはいい虫なんだよ。さて、会場に佇むビルの廃墟になぜ住んでいるのかという話ですが、50年ほど冷凍保存されていた主人公、解凍処理後の体調が思わしくなかったということで、環境の良さそうなこの島で、知女に加えてこのおっさんに面倒を見てもらっていたのですね。冷凍酔いという症状で、体調の他に記憶にも影響があり、プレイヤーイコール主人公だけど、世界のことがわからない、という状況の理由付けになってるのかと。さて、晩御飯ができるまでに勉強しよう、ということで、有無を言わさず連行されております。これもクエストの一つになり、適当な本棚から本を持っていけば OK。一番近いのだと、料理の本、シシケバブの作り方が載っています。うまそうやな。なお、ここでスパイスについて尋ねると、話が終わらないので、これは失敗っす、酸っぱいっす。激うまジャブ。さて、あとは、戻ってメスに話しかけ、晩ご飯を食べれば、1日目は終了です。夜に大人の会話をしているので、ここで人物についての補足でも。おっさんの方は、ギブスン博士、略してギブと言いまして、主人公と一緒に冷凍保存されてました。お前の母が好きだったんだよ。てなわけで、亡くなった母の代わりにこれまで面倒を見てくれています。おっと、ここでセーブができますが、これはキャンセルだ。二日目は、まず、メス、と呼び続けるのもなんなので、いい加減、サーシャ、と呼びますが、
サーシャに話してギブの居場所を聞くと、野球ボールを渡してこいと言われます。居場所はゲーム開始時の島の3階だよ、3階。野球ボールを渡せと言われましたが、キャッチボールをしろとまでは言われていないので、渡したらさっさと飯に戻ります。自分から帰っていくのか。さて、この後は戻ってサーシャに近づくとムービーが始まるのですが、このゲームではボイスをオフにするとムービーが無音になる仕様がありまして、それだと動画としてどうかと思うので別撮りの音声を重ねて流すことを。ボルガ博士、お許しください。久しぶりですな、ギブソン博士。こんなところに隠れていたとは。見つけるのに苦労しましたよ。ベルイモン様のお待ちかねだが、おとなしくご同行してくれないよね、きっと。長居しすぎたか。居心地が良すぎたな、この島は。今度はね。サーシャ、あいつを頼む。連れて逃げてくれ。モードチェンジ、ストロングスタイル。一緒に来て、ここから脱出する。一丁がいい。変形する人型ロボットがあんなものをまだ隠しているとは。道理でベルイモンさんがご主人だわ。何やら悪そうな奴らに目をつけられたので、コンクリ島から離脱する。寄り道が楽しいゲームなので通常プレイだと忘れそうになりますが、終盤までの目的はギブの救出になります。何が悲しゅうてこんなおっさんを。ところで先ほどのムービーで言われていましたが、サーシャは人型アンドロイドなんですね。主人公の安全を最優先にするようプログラミングされていて、ちょうどここらで仲間になります。性能としてはソルジャー、これは白兵戦の専門家ですが、サーシャ固有のスキルもあったりします。戦車がメインのゲームですが、場所によっては使えないので生身の強さも求められるわけですね。話は変わりますが、ここの橋を深くまで入力しないとよく外れて U ターンすることがありますぞ。ご本、せっかくなのでここで MM4 の操作について補足でも。アナログ操作なのは見ての通り。そして面倒なのが、何もないところで A を押すと引き出しが出る点で、ミスりやすいところでは三角のシンボルを自ら押すようにしています。またメッセージ送りではアナログスティックが高速化を求めて指の中でぐるぐるしている関係で、選択肢の時にカーソルが動いたり会話後に不審な動きをしたりしますが、人間だものゆーるーしーてーねーと予防線を張ったところでムービーへ。弾丸列車ほど速くはないけど、私ならあなたをかなりの速度で運んであげられるわ。トランスポータースタイル。さあ、私に乗って。ああ。しっかり握って、
落ちないように気をつけて。飛ばすわよ。あなたは覚えてるかしら、クロモグラのこと。ノアの軍団と戦うために開発された移動可能な地底要塞。あなたのお母さんもギブスン博士たちもクロモグラに乗り込んで大破壊を引き起こしたノアと戦っていたの。地上軍との連絡が途絶えました。追跡リーコン、ロスト、地上軍を全滅した模様。そう、なんてことだ。我々はどうすれば浮上して玉砕覚悟で戦いますか。それでは自殺と同じ無事だ。ダメです、周辺の軍との連絡も取れません。みんなやられたのか、ひょっとして俺たちだけなのか。生き残ってるのは未来へ脱出するしかないよね。冷凍睡眠装置を使うしか。あれは最終手段ですぞ、モリス博士。今がその時でしょう。その時が来てしまったんだ。違いますか、タイ。このまま先行を続けて万一発見されずに済んだとしても、食料が尽きれば皆このクロモグラの中で死ぬことになる。ひょっとしたらここにいる私たちがもう人類最後の生き残りかもしれないのよ。準備完了。冷凍水備期間を50年にセットしました。よし、ホットシートの隊員を全員冬眠カプセルに入れ。ホットシードっていうのは熱い種っていう意味。これから私たちの体は冷凍されるけど、ハートはずっと熱いまま。そして50年後の未来で花を咲かせるの。あなたもその一人よ。お母さんと一緒に未来に行くのよ。大丈夫、きっと大丈夫だから。怖がらないで、いい夢を見てね。お母さん。さて、サーシャがいきなりバイクになるという超展開でしたが、皆様ついていけていますでしょうか。とりあえずメタルマックスの世界がヒャッカーになったのは50年前の大破壊が原因なことと、その時冷凍保存で難を逃れた人たちはホットシートと呼ばれていることが分かっていればいいと思います。話すことも減りまして、単純な移動のところには倍速かけますね。道中では回復アイテムの詰め合わせ救急セットのみ回収します。他に55ゴールド入りの箱もありますが、これは恩恵が少ないのでスルースルー。またその前にスルーした光物はハンタートラの巻というチュートリアル用アイテム、いらない。さて、出口が塞がれていましたが、サーシャの人材アピールも兼ねて近づくと勝手にどかしてもらいます。お、眩しい。何の光。わーい、出口ら。トンネルを抜けると廃墟だった。サーシャが何やらホットシードの使命について熱く語っていらっしゃいますが、要約すると拠点にしてた地底要塞クロモグラが悪い奴らの手に渡らないようにしようと、そのために別の隊員にもご助力願おうじゃないかということで、全体マップで居場所がわかるようにしてもらいました。とここで外に出ようとするとイベント発生。助けてくれ。いい下手れ声だと、このように後付けになりますが、特徴的なボイスは入れていこうかと。まだ持たないからね、しょうがないね。貴重なバイクかと思う間もなく強制戦闘の始まりです。お相手はレッドカッター、キラキラしている岩場レア敵であり、この時点ではわりかし強めなのですが、サーシャのアームミサイルを向かうがパパッと落ち込んで終わり。やったぜ。さて、末子と名乗るこの男、北にあるサンデリゼに連れてけと、シナリオ的に拒否権はないので、いいダクダクと引き受けます。そしてここから出ると、またまたクソ長ムービータイムになりますぞ。
タート連打でタイトルロゴを飛ばしまして、バトルメンバーからサーシャを外しバイクに乗り込もう。MM4 では12人までのメンバーを移動中に入れ替えて編成できるのですが、サーシャがメンバーにいない場合、サーシャバイクという車が使えます。普通の戦車が使えない場合でもサーシャバイクは持ち込めることがあり、今後はこの状態で運用していきます。この時点では破格となる攻撃180の全体攻撃ができますが、道中演歌は全逃げで、そんなこんなで目的のサンデリゼに到着しましたぞ。何やらギャングに絡まれて、私に乱暴するつもりでしょう、エロ同人みたいにと、薄い本腹かしと思われましたが、やおらスエゴが前に出て事なきを得ましたぞ。まさか先ほど助けたスエゴさんがここら一帯を仕切るギャング、まるでファミリーの末っ子だったなんて。不浄の罪には手をつけぬと気取るわけでもないですが、報酬の10ゴールドは実際不要。スルーして奥に進むとムービーです。正直飛ばしたいのですが、初週 RTA ではそれも叶わず。いいよし、知ってるじゃねえか、ちょいとざわらそうや姉ちゃん。こりゃまたそぶる上玉だな。たっぷり可愛がってよ、色っぺん声で歌わせてやるぜ。おめえらは引っ込んでろ、こいつは俺がいただく。あら、うん、追いかけてた獲物が自分から飛び込んでくるなんてラッキー。ナポ、おいで。てめえ、まさか結構の賞金稼ぎか。やだ、正体バレちゃった。でもその方が話が早いかも。覚悟しなさい、悪党ども。結構に追いかけられたら逃げられないわよ。やっぱり逃げられてるじゃないか。構うことはねえ、やっちまえ。さて、イベント戦、それは自動進行で取り巻きを倒せばスエゴが逃げて終わります。3ターンで終わればまずまず。干渉はできず、干渉するだけなので干渉を求めすぎてもいかんっしょ。激うまジャグ、くそ、覚えてやがれ。あんたたちも逃げてったあのギャングの仲間なの？だったら今度は逃がさないわよ。末を送ったことを知ってか知らずか、キャツらの仲間と疑われ、女同士の睨み合いが始まっております。記憶の断片にある歌を歌っていたことについてあれこれ聞くと、イベント歌う歌う歌って、何なのよもう。今それどころじゃないの。歌以外の発言は認めない。あんた相当変よ。変なやつと思われはしたものの、ギャングの仲間という疑いは晴れた模様。街の封鎖は解けたのでこのまま出ることもできますが、その前に少し寄り道を。奥の部屋から何かの電子部品をくすねまして、道具屋にて売却します。割といい稼ぎになりますので、この資金で敵避けスプレーに加え、敵寄せスプレーも少しだけ。その名の通り、塩化率を調整するアイテムで、1個10ゴールドとお買い得。これからどんどん使っていきますよ、いくいく。使いやすいよう、便利リストに登録し、ついでにここで、救急セットの開封も。便利リストには、アイテムのほか、特技も登録ができまして、割り当てたボタン一発で開けます。用事を済ませ、外に出ると、戦闘があるので、忘れずに、サーシャバイクに乗りましょう。お外では、先ほどの小娘、月夜と、お供のワンコ、ナッポ様が、ギャングと睨み合っておりまして、じゃあ俺が助け出してやるか、といった、お決まりの流れになります。あからさまに仲間になりそうなので、紹介いたしますと、月夜は、3からの新職、アーティスト。
率の捨てがそこまで高くない代わりに様々な芸術を駆使して戦うバランスタイプなのですが、あとあとスキルの入れ替えで多色でも同じことができてしまい、こうなるとステータスが低い分不利。というわけで、この場限りのゲストとかしたズキーヤたちと共にお送りするこの一戦、難しいことは考えず、サーシャビームをゴンガゴンガ打ち込んでやるのじゃ。ズキーヤは適当にマシンガンでも杖を壁にしようの、どちらかの HP を削り切れば戦闘終了。いいでで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 、兄貴すまねえ、やられちまった。やったぜ。さて、戦闘後のイベントでは、サーシャに小言を言われたり、ズキーヤにいぶかしまれたりするのですが、それらは軽く流しまして、ナッポというか、犬についての説明を。シリーズでは2から味方となり、3以降の仕様だと、4人目枠に人間が入れられないので、基本的に犬を入れるのですが、戦車戦で活躍するには時間がかかり、白兵戦でも必須とは言い難い性能。行動の指定ができないので、むしろ全逃げの邪魔になったり、レベルアップを見るのもロスになります。というわけでお前ら、まず脱げ。今後、まとまった資金が必要になるので、初期装備の没収は実際重要。また、ナッポはメンバーからも外してしまいます。犬枠がいなくて寂しいって？でも、ワンコなら、私がいるじゃなーい。それはさておき、北にあるオールドソングまで案内してくれる、ということになりまして、途中にある虹の抜け穴とやらにやってきたのだった。ここには、いて、当選簿されてしまうのですが、ズキーヤが、組織の長の孫娘、ということで、話をつけて通してもらいます。長は鬼ババ、とか呼ばれてて、すっごい怖い人、らしいっすよ。怖い、怖いわー。さて、初見のダンジョンなのに恐縮ですが、敵よけ全逃げ100円か、見どころさんもあらしない？そんなわけで、倍速編集に走るのだった。せっかくなので、次のイベントまでに、今更ですが、主人公、いい加減、日向、と呼びますが、彼についての解説を。王道を行くハンターで、これは、戦車戦のプロフェッショナル。生身での戦いは苦手ではないですが、ソルジャーのような専門職には身を取りし、耐久力は敵に軽く落とされない程度。ただ、日向は主人公特権で、サーシャバイクに登場中はバイク特有の人間被弾をしないので、先に述べた、サーシャバイクが一部の戦車侵入禁止エリアでも使える特性とマッチして、序中盤は頼れます。後半の発兵では頼りないものの、素早さを生かしたアイテム係にもなり、戦車戦では言わずもがな。他に、稼ぎ用の特技も早期に覚えるので、最初から最後まで使っていきますぞ。そんなこんなで、目的のオールドソングまでの中間あたり、ソーセージ、イン、という宿屋があり、ここには温泉もあるのだとか、シナリオ上で必須ですが、仲間を集める施設もあります。そこで止まって。動かないで。ちょっとでも動いたら、夫の形見のこのミサイル、情け容赦なくぶっ放して差し上げてよ。野郎に体をまさぐられましたが、女連れということもあり油断してる模様。これだから男って生き物は。男ってやつは。あら、いらっしゃいませ、お客様。私、この宿の女将アビーでございます。どうかお見知りおきを。そしてこの変わり身である、ドジッコアビー、かわいいんじゃ。お酒やお食事でしたら、こちらのバーで。宿に泊まってゆっくりなさりたければ、こちらでご宿泊を受け付けておりますわ。お買い物でしたら、売店があちらのバーの奥に。あの手この手で泊まらせようとしてきますので、ここは素直に宿泊と。こいつ実は、すげえやり手だぜ。温泉に入る前に、ぬっかの酒場で仲間集めを。うわぁ、これはルイダの酒場ですね、間違いない。五感的には立夏の宿屋もあるかと。すごうで、という、DLC キャラを勧められますが、それは使わない方針でして。他にキャラメイクなどもできますが、ここではデフォルトレスラーのハンセンだけを加えます。レスラーはソルジャーと同じく白兵特化の職なのですが、イベント開始につき説明はキャンセルだ。
露天風呂の説明に対しては、各選択肢をそれぞれ1回。これまで流してきましたが、選択肢にはこういったタイプも多く、よって今のはミスではありません。多分どこかで間違えると思うんですけど。ゆりんゆりんな会話をしている中、ナッポは温泉に潜む悪しき気配に感づいた模様。やはりワンコは優秀だな。うんうん。なんだこの、なんだ。まさか、指名手配モンスターのパンダだが、お湯の中から出てくるなん。今回はここまでです。ご視聴ありがとうございました。あらだば。ホンテッド、お湯の中からこんにちは、まあ RPA、やるよ。もう始まってる。もうダメだ。おしまいだ。よし、逃げる。普通なら、一定ダメージを与えて追い払うのですが、逃げても進行に影響はありません。ここの宿屋の女将アディさんは、今後の展開や選択肢次第では、ガールフレンドにできるのですが、残念ながら、結婚エンドは用意されていません。ウゾマさん中だ！それはよろしいのですが、スキーヤたちも戻ってきたことで、約束の歌を歌ってもらいます。ここで、結婚について聞くと、すっごいロスいよ。ボイスをオフにしてあるので、リサイタルはキャンセルだ。把握している短縮要素はここだけですが、他にもあるかもしれません。どの道ガンガン飛ばすので、断片的に音声が入っても邪魔だるよ、ということで、全編オフでやりました。僕の。さて、倒す予定もないパンダだを退治したらまた来るよ、と口約束し、オールドソングへと急ぎます。じゃあな、もう来ねえよ。ぺ。外に出ると、ギブの位置情報が更新され、ラプールかルピエじゃないか、とのこと。世界で唯一文明が残っている場所がラプールで、ラプールを城とすれば、ルピエは城下町、という関係になります。敵よけ全逃げで進む間に、パート1で加入したレスラーについての話をば、己の肉体を駆使して戦うタイプで、同じく白兵型のソルジャーと比べると、装備制限が、そきついのですが、その分、基礎ステータスは非常に優秀。終盤の白兵エリアで、腕力依存の特技を生かした、ボスキラーとなります。王竜退治ゲームの武闘家とは違い、素早さは低いのですが、これは一概に悪い要素とも言えません。走行と、話しながらも走行し、やってきました、オールドソング。激うまタンカ。よく見ると、看板に G の文字がうっすらと見えることから、元はゴールドソングだったと思われます。G すべてメッスべし、慈悲はない。5本。さて、町の入り口に差し掛かったところ、自警団の3人に呼び止められましたが、スキーヤが間に入ってくれたことで、所属のハンターと思っていただけた模様。どうやら、鬼ババとやらが、相当恐れられているようですね。サイモンって人に会いに行くわ。この町の自警団の団長さん。ついてきて。私がいいって言うまで、何も喋らないでね。出てきて、話があるんだけど。サイモン！だるいっていうか、ヘビっていうか、どうにも眠くってさ、話がしたい気分にならないな、みたいな。わかったわよ。聞けばいいんでしょ？だったら出てきてそう言えばいいのに。おかげで目が覚めた。機嫌を直してくれたようで、ようやく話せたその内容を、私が要約いたしますと。ギャングと取引したんでしょ？はぁ、なんでもみ。知らないでもみねぇ。隠すとお前らも敵だぞ。あっかんべぇ、だそうですよ。
さて、約束だったオールドソングまでの案内はしたから、ということでスキーヤたちは一時離脱。この町のどこかにホットシードの生き残りがいるはず。一刻も早く見つけ出しましょう。先ほどの建物で別の出口から出ればすぐ会えるのですが、その前に少し寄り道を。地下のガレージでレンタルタンクの契約を済ませ、早速一台借り受けます。借りるだけならタダですし、搭載されているドッグシステムがノーコストのルーラー、権利レミトと超便利。カー車には2台がないので、この時点でドッグシステムを使うにはここで借りるほかありません。用事を済ませ、人混みに近づいたところでムービーです。いいのか本当に撃ちまって。普通死ぬぞ。いいかも。その代わり一発100ゴールドいただくぜ。あんたが撃たれて死んだろ。この刀を持っていけ。備前長船の技物だ。高値で売れる。そのバカな。じゃあこいつはどうだ。締めて4発、400ゴールドいただこう。そんな大金、誰が払うかよ。峰打ちさ、殺すつもりはないが、ゲス野郎にはお仕置きが必要だろ。ホットシード隊員、右京、フェルシアの軍曹。久しぶりだな、エージェントサーシャ。この右京というお兄さんは MM4 からの新職種ライダーとなっております。初週では汎用ライダーはいないので、実質彼専用の職ですが、その特徴はバイクに乗ると強いという点。ただバイクは人間側に被弾することがあり使いづらく、白兵性能はハンターとソルジャーの中間程度。刀を得意とし、ムービーのように弾を切り払えるなど個性的なものの、チャートへの採用は見合わせました。さてラプールへの道ですが、橋が一本あるのみでトロルモンにより封鎖されております。あれがトロルモン、そしてその向こうに見える塔がラトゥールだ。ラトゥールへ行くにはこの橋を渡るより他に道はない。だが橋はあのトロルモンによって厳重に封鎖されている。あれがラトゥール。この世界でただ一つ文明が残っている場所。文明を再建するためにクロモグラを引き渡す相手がいるとしたら、その相手はあの場所にいるだろう。俺もそう思っていた。あの場所を調べてみてふさわしい相手であると分かれば、俺たちの使命は終わる。そう思っていたんだが。なぜそんな場所に拉致されたギブが連れて行かれるの？なぜそんな場所にベルイマンが。ラトゥールへようこそ、ギブス博士。貴様はベルイマン。驚きすぎて心臓が止まらぬよう気をつけてくださいよ。苦労してやっとここへ招待できた大切なお客さんなんだが。ここは一体。ここはラトゥール、この世でただ一つ文明が残っている場所。そして今ではこの俺がこのラトゥールの支配者さ。俺にクロモグラを引き渡せば、お前を部下として俺に使いさせてやろう。破滅する前の世界でも味わえなかったほどの贅沢をさせてやるぞ。残念だがお断りするよ。あれが貴様の手に渡れば、文明の再建どころかこの世界に最悪の未来が訪れることになる。バカな男だ。これだから学者ってのは始末が悪い。こやつを牢にぶち込んでおけ。後でゆっくり痛めつけて口を割らせてやる。クロモグラは俺のものだ。ここを通るには通行証が必要で、月光がルピエにあるので譲ってくれないか頼んでいたのだとか。何分貴重なものなので相手も慎重なのですが、鬼ババの孫娘のズキーヤと知り合いなのは心強いということで、
前々からコンタクトを取っていたらしい100人力の力に会うため、砂漠を越えてフィンガープラザに向かいます。途中に軍艦サウルスの魚影が見えて、初見で魚影となりますが、動かないので実際無害。余震はよそに運転でぶつかっても、すぐに逃げれば良いでしょう。さてさて、現在フィンガープラザの手前あたりまで来ましたが、ここにはすぐには寄りません。今後の予定としましては、まず全体マップの右上にあるサマンサのキャンプをぶくまして、そこから南下したところにあるデザートキャンプには、なんか凄腕のメカニックがいるので加えます。できるまでぶ。メカニックというと、車の修理ができるものの、運転不通、白兵ヘタレが相場ですが、今作の固有キャラは一味違い、RTA の申し子とも言える性能ですぞ。てめえがラロとかいうスケコマシ野郎だな。バカこけ、そういうおめえがラロなんだろうが。さあさあ、帰ろう。俺と一緒に。待てこら、サラは俺の女だ。ふーん、なんだいハニー、朝っぱらから騒ぐし。あら、寝起きの顔も素敵よ、ラロ。余談ですが、二人が出てきたテントからは、謎のゴム風船、というアイテムが見つかります。やれやれ、またこんなと一声かけると、誘われるままホイホイと仲間についてきちゃったのだ。ラロの特徴としては、なんといっても本来メカニックがレベル50で覚える解体をレベル5の時点で使える点、マシンタンク系に対する即死攻撃で、これが一部のボスにも有効なことに加え、白兵戦も汎用のそれより優秀で、 HP だけはハンターの1割減、他は同水準の性能があり、他に習得する特技も考えると、生身はヒナタよりも頼りになりますぞ。現在デザートキャンプからさらに南の焼き鳥天文台をぶくましまして、ここらで一つ稼ぎを入れます。ターゲットは偵察 UFO、 こいつは非常に硬いのですが、解体が有効で一体で経験値2000と、ぐっとマジなくらい。早速出たな、正義のスパナ、覚悟しろ。オン。このように逃げられてしまうこともよくあります。経験値2000がどれほどのものかというと、同じくらい硬くて逃げないクズが25だけといえば伝わりますかね。また出たな、正義のスパナ、覚悟しろ。あおん。やったぜ。一体枯れれば十分です。これで全員のレベルが一気に12まで上がりますぞ。さて、この稼ぎの意図ですが、解体は生身で使う特技なので、耐久力を伸ばしておきたいという点と、今一つは回数の底上げで、初期では2回しか使えないのが、これで3回使えるようになりますぞ。解体は次のボス、またその次の大ボスにさえ効いてしまうので、これで安定性を上げていきます。また、もう一つの目的もあったりするのですが、これはまたその時に、減った特技の回数ですが、これは寝れば回復するので、適当に宿。場所は、オールドソングでも良いのですが。ソーセージ・イン、では、ムービー付きのイベントが起きるため、今後一切の宿利用を禁止とします。あらかじめぶくましたサマンサのキャンプから、砂漠を西に横切りまして、砂から突き出した5本のビルが、さながら指のように見える、フィンガープラザにやってきました。ここでは、宝探しをしておりまして、手伝って一挙通行証をせしめようじゃないか、というのが今回の目的。厄介なモンスターを倒したら、考えてやるよ、とのことなので、おっさんのいる左のビルに入ります。
通常プレイなら、右のビルから順番に攻略し、賞金首を退治した後、二人乗り大砲付きの車を手に入れ、それで倒すのが一般的なのですが、以前述べた通りの耐性がバボスなので、解体するぞ、解体するぞ、徹底的に解体するぞ。オッスお願いします。注意点としては、レンタルタンクはパーツ破損でお帰りになってしまうので、必ず降りた状態で戦うこと。やったぜ。なお、解体がうまく決まらなかった場合、逃げて再戦することができますが、ここは僕の対象ではないので、ちょっとしたロスになりますぞ。奥の箱からは野獣ゴールドのみを回収し、トップシステムで一旦リレミと。車載道具は現状では2台がなく、回収できないんですよね。再び入って報告すると、明日またオールドソングで会おう、ということになりました。車検ドックシステムで帰りましょうねー。オールドソングの宿屋はコック兼用で、連打だと無駄な会話が入るので、地味に面倒ですぞ。ところ変わりて月光オフィス、以前月屋が弾いていた月光第三楽章がここでも流れております。そいつらに通行証を売ってやって、月光に何の得があるんだい。はした金と引き換えにやっと手に入れた信用を捨てちまおうってのかい。大切なお前の命を助けてくれたお礼に、何十年もかかってやっと手に入れた信用を売り渡しちまえと、そう言いたいのかい。お前は何やら一筋縄ではいきそうにない雰囲気ですが、他に当てがあるでもなし。かねてからの待ち合わせの場、中華料理屋桃源郷に向かいます。入り口に近づいたところ、何やら揉めよるばい、豚骨ラーメンばい。何度蹴飛ばせばわかるの。いくら嫌がらせをしても無駄よ。悪党の女になる気なんてさらさらないから。今のチャイナナお姉様は、カリンという名の舞踏家で、ここのお店のオーナーです。サブイベントをこなせば仲間になりますが、時間がかかるので、この人の存在はもう忘れちゃいます。さて、昨日のおっさんに会ったところ、通行証は売れないが、取引してもいいとかなんとか。これはこってり絞られましたね、間違いない。また明日、同じところでズキーヤと、ということなので、倍速かけて宿屋に GO。再び行くと、お外には、何やら見覚えのあるバイクが一つ。出前用のバイクかな？中には、案の定、ズキーヤがいて、考え事をしていらっしゃるので、どついて気づかせて差し上げろ。取引の内容ですが、まるでファミリーに盗まれたという大爆コンテナ。ズキーヤと一緒にこいつを取り返せば、通行証をくださるのですね。敵のアジトは、ソーセージ院の南に位置する、アダムスキー牧場にあるとの噂。おっと、再加入したナッポは邪魔だからしまっちゃおうねー。さて、ズキーヤが再加入したことで、出前も正式に入手したことになりまして、ようやっと、まともに2台が使えます。これ以前に得られる戦車もありますが、インガープラザのものは手間がかかり、戦車市場で買うには資金が不足。100ゴールドで買えるバイクもありますが、役割が出前と被る上、次の牧場にあるので、先行入手は2度出間。出前入手のタイミングで、各地の車載道具を回収していくのがよろしいかと。オールドソングでの回収を済ませたら、焼き鳥天文台にやってきまして。ロストパスワードを使い、V ハミ2コング L をゲット。パスは、1213。ロストパスワードというのは、ゲーム中では知らされないパスワードで、雑誌に載ってたりするのですが、攻略本とウィキに載っているので、使っても良いということにしました。あ、DLC は禁止です。もう一つの箱から、連動やヌスも回収して、二つとも、サーシャに装備させます。サーシャは、ほぼ固定装備なのですが、エンジンの積み替えと、C ユニットの増設だけは、できるのですよ。今更ですが、ここで MM4 の、戦車についての解説を。戦車の HP に当たる、SP は、エンジンの積載量、マイナス、重量で決まるので、エンジンの性能は、実際重量。
SP が0になったら死ぬということはありませんが、ダメージのたびにパーツの破損判定が発生しますぞ。また C ユニットはこれがないと走れないという他に、物によっては特殊能力がついています。積み替えで SP 上限が変わったので、忘れずに満タンサービスで補給しまして、各地の車載道具を回収すると言ったな。あれは嘘だ。Q チャートでは次の大ボスを倒すため、いろいろ売って資金を作り、戦車市場で二人乗りの戦車を買っていたのですが、大量の SP を確保したサー車があれば、突破に運が絡むものの、期待値は優秀。準備で4分ほどの差をつけられます。中ボスのギャングたちは前座なので、サー車ビームのダブルショットで投げ払って差し上げろ。このダブルショットというのが C ユニットの特殊能力で、穴位置限定ですが、もうちょっとの2回攻撃。ハンターの電光石火という特技でも2回攻撃はできますが、こちらは回数制限がかかります。特技の方のメリットは、武器を選べる点と、強化すると3発、4発と連射ができる点になります。さて、落としていったヘッタクソな地図を見ると、隠された建物がある模様。ここがまるでファミリーのハウスね。シャッターは開けずに忍び込むと見張りが起きないので若干うまあじ。開けた場合でも会話次第では戦闘を回避できますが、RTA らしさを意識しています。奥の箱から煙幕花火のみを回収し、中ボスに備えてサーシャに乗り込めー。本来生身で戦う相手ですが、ここで車止めを抜けた先で変形できるというサーシャの特性が役立ちます。なくても勝てなくはないですが、防御面の心配がなくなり楽ですぞ。デレゲイツの雇った犬どもが、とうとうここを嗅ぎつけた。ワン、ワン、じゃなくて、スイッチオンで、ボスに戦車が持ち込めるようになります。抜け目のねえ犬コロどもだ。愛にも飢えてるが、死にも飢えてんだよ、この俺は。というわけで、イケメンボイス、デニシオとのこのエクサ、もう始まってる。戦術は至ってシンプルで、ダブルショットをぶち込むのみ。600削れば逃げてくれますが、マシン、タンク系特有のダメージ軽減で、少しばかりは手間取ります。ただ、それは相手も同条件で、こちらの SP はがっつりあるので、負けることはないでしょう。一時的にメンバーを外しましたが、レスラーは火力としてはまだ微妙であり、ラロは耐久力に不安があるためです。生身に手榴弾が来ると200くらいは食らうのですが、ラロはアタッカーとしては優秀なので、出した方が早かったかもしれません。ラロスペシャルという技が、使いに4倍特攻なので、ちょっと強いよ。撤退完了です。くそったれが、ドキドキ引き殺すぞ。ボスに備えて車を用意する間に、まるでファミリー戦の事前解説オーバー。先ほどのバイク登場ベニシオに加えて、他に3人出てきまして、3人は車に乗って挑んできます。ボスにふさわしい高耐久、高火力と、実際強敵なのですが、以前述べた通りの耐性がバボスなので、解体が成功すれば勝利確定。成功率は1回につき 50%。3回で成功する確率は 87.5% ですが、出す前にこちらが倒されることもあり、実際の勝率は少し下がります。不安定さを補うために、キャンプキットで直前セーブ、オールドソングに1個だけありました。1リセのロスが1分程度、Q チャートに比べてリードは約4分、3オフしてもお釣りが来るってこったー。もちろん一発突破が望ましいので、気合を入れて、いざ鎌倉。さて、まるでファミリーとのこの一戦、戦術は、煙幕、カバウ、解体で。やったぜ。一発成功は、良好、まさに良好。あとは、降りてきた敵に対し、ボンガボンガとビームを打ち込んでやるのじゃあ。カバイ役だったハンセンは、回復アイテムを使う、末を優先して攻撃し、その後は先のエイリーを狙い、撃破のタイミングを揃えます。ラロも一応ラロスペシャルで、申し訳程度の火力支援をしますが、死にましたー。ラロは鉄砲玉みたいなもんやし、バイク乗りの反戦も、解体成功後はやられても OK。 車が壊れても OK。
とにもかくにも最後まで、日向が残ればよかろうなのだ。さて、戦局も落ち着いたということで、この戦闘の補足でも、最初に投げた煙幕花火は敵のリスを誘うという、いわばマヌーサの効果ですが、攻撃がクリーンヒットするか否かという意味の命中率も下がるため、強敵に煙幕系はフェイントにとって常識。素早さで負けているので、戦闘するかは微妙なところですが、すぐに効果が切れないことを祈ります。カバウも 100% 引き受けられるわけではないようですが、この戦術で突破率 75% 程度はキープしています。五択を並べましたが、今回のように一発で決めればいいんだよ、上等だルルを。4体中3体撃破で戦闘は終了し、大爆コンテナのありかを聞き出します。残した相手によってセリフが変わったり、後々再戦イベントもあるのですが、 RTA ではもう会うことはないでしょう。お帰りは必ずドップシステムで、歩いて出ようとすると囚われのサイモンの女に助けを求められますぞ。さて、久しぶりにサンデリゼにやってきまして、ちょっくら宿屋に寄り道を。ベネット殺されたんじゃといった様相ですが、バグでもトリックでも何でもなく、 MM4 では死ぬのは全滅時のみで、あとは戦闘不能という扱い。宿に泊まれば生き返るわ。あれ、これってキャンプキットでも復活するわけで、ベニシオ戦でメンバー外す必要なかったんじゃ。もう穴があったら入りたいと穴を掘ったところ、探していた大爆コンテナが見つかりましたぞ。こんなわかりやすいところに埋めて、なぜこれまで見つからなかったのか、私には理解に苦しむね。ちなみに、ファミリーを倒さずに来ても、クラブの関係で見つけられません。あしからず。これは、どうやら、車に積む C ユニットの部品みたいね。一言で言えば、車に積むために設計されたコンピュータ。性能のいい C ユニットを積めば、武器の命中精度が上がったり、連射が可能になったりする。つまり車の戦闘能力をパワーアップできるのよ。特注品の C ユニットのパーツを使い、ラプールの偉方が一体何をしようとしてたのかですが、最後までやりましたがよくわかりませんでした。じゃあここで待っててね。コンテナをおばあちゃんに渡して通行証をもらってきてあげる。10秒ほど放置でイベント進行。トイレに行くにはちょっと短め。果たして、スキーヤは、通行証をもらうことが、できるのだろうか。続くデモに。確かにあれは、大爆コンテナに、間違いないようだね。約束でしょ?通行証をちょうだい。通行証?そりゃ一体何のことだい?通行証について考えてもいいと言っただけさ。そんな、ひどいよ。おばあちゃん!聞き分けのない子だね。流れ物にくれてやる通行証なんかないんだよ。おばあちゃんのバカー!ズキーヤ、お待ち。お待ちったら!どうしよう。通行証をもらえなかったなんて合わせる顔がないよ。飛び出してきちゃったけど、どこに行けばいいんだろう。案の定、通行証はもらえずじまい。スキーヤがのこのこ帰ってきましたぞ。そして帰るところがないから連れてけと。しょうがねえなあ。お待たせ。ごめん、通行証もらえなかったって。腹を切れと言いたいところに、この軽さは頭にきますよ。そういうお前は服を切れとなり、早着替えしてモデルチェンジ。性能面の変化はないです。前の服がお好きな場合は強さ画面で Y ボタン、 DLC の水着とかもこれで切り替えられますぞ。それはさておき、序盤のメインクエストが終わりまして、今後どうするかという話ですが、ラプールには裏口があるらしく、迂回して突然行ってびっくりさせたるということになりました。
爽快爽快、これからは世界が広がり気分も爽快。通常プレイでもこれからどんどん楽しくなりますよ。なるな。今回はここまでです。ご視聴ありがとうございました。世界の果てまで行ってくる RTA やるよ。前回は通行証を得る通行証に失敗し、裏口まで迂回したらどうかいということになりました。水差しやろう。からの依頼は断れないので、できるだけロスの少ない選択肢を。イベントはもうちょっとだけ続くんじゃ。さて、こちらラプール。お菓子好きかい。唐突な甘い言葉にご用心。釣られた兄貴はここの子らのように人体実験に使われてしまいますぞ。さあ坊や、こっちへおいで。お菓子が食べたいだろう。待ちなさいグレイ博士、人体実験なんて、しかも子供に、絶対に認められないわ。この実験、V 字院計画と呼ばれるのですが、そこへ流れを変えるデーモン若本閣下のご登場。いざ若本。クロマグラの隠し場所を教えれば、グレイ博士に実験中止の命令を出してやってもいい。どうした、子供たちがかわいそうだと思わないか。お前なら止められん。あの子を救ってやれるぞ。その程度のモンスター、善人なんてのはよくだらねえ、何の役にも立ちやしねえ。お前と一緒に逃げてたあのガキをとっ捕まえて、グレイにプレゼントしてやろう。俺と女の忘れがたみが人体実験の材料にされて、見るも恐ろしい怪物になっちまったら、お前がどんな顔をするか、こいつは見物だ。楽しみに待ってろ。相変わらずなのね。ようやく自由行動になりまして、新天地を目指すその前に先立つものを用意します。ソーセージインのスタンプ屋は買取専門の一人屋。売却額100ゴールドにつきスタンプが1個貯まり、ポイントに応じて景品もあります。これまでに剥いだ仲間の装備と賞金首のドロップ品を売りさばき、景品も即売り上等で、とにかく資金を調達するのじゃ。1万5000ゴールド前後が目安になります。さて、次の目的地ベルエボエは焼き鳥天文台からが近いです。間違ってないのですが、忘れっぽい小生の性格を考慮して、先にサマンサのキャンプで買い物することにした模様。買うものは全員分のサングラスと軽い C ユニットのライダーブレイン。どちらも必須ではないものの、後半のための保険として用意します。攻めるならカットもありや。ついでにラロにはバトルスパイクで素早さを少し補います。ところでここは購入額に応じて規模が拡大したりするのですが、お金も時間もかかるので店舗拡大はキャンセルだ。じゃあな、もう来ねえよ。ペ。このパートの開幕では凱旋門に連れてけと頼まれた気がしたが、そんなことはなかったぜ。クエストは存在しない。いいね。ベルエボへ向かうには焼き鳥天文台から西に行き、開けたところから南南西に進路を取れ。角度それなり。ああ、飛び石をぴょんぴょんするんじゃあ。さあ車に乗り直し、キャンプにインしてインド人を右に。ここの地下道メメントドライブは元は地下の納骨堂だとか、その関係か広場の壁に大量のドクロがありますが、通行上の問題はありません。さてここでパート1であったのガストンが大爆コンテナの件で通路を封鎖していたのですが、まるでファミリー撃破と聞いてようやくここを通してくれます。申し訳ないが自力のレバー操作は NG。 ところでこいつら4人乗りの戦車を持ってますが、本来人間4人は組めないはずなわけで、あの中に1人ワンコがおる。多分金髪ナースさんが犬だと思うんですけど、美人のナースさん四つん這いにさせてぇなぁ俺もなぁ。冗談はさておき、道ができたことでバイクを取りに戻りたくなりますが、取りに行く必要はないです。理由は後ほど。わーいでぐちら。
トンネルを抜けるとベルエポだった。ここには、町のシンボルである魔除けの鐘があるはずが、金がね金がねえ、と大騒ぎ。どうやら盗まれたらしいのですが、アッシには関わりのないことでござんす。ついでに何やら移動したらしい、ギブにも今は関わらず。人間道具屋によりまして、敵除けスプレーの補充の他に、金属探知機をお買い上げ。地中のアイテムを見つけるためのもので、シナリオ進行で地味に必須。焼き鳥天文台でタダでもらえますが、クエスト絡みの会話が入るので、RTA らしくついでに買います。続いて中央のガレージにて、修理屋のサービスを使い、出前を回収。基本価格50ゴールドと、非常に良心的。壊れていたパーツがあっても、回収の際に直してもらえますぞ。地下のレンタルタンク屋さんも、負けず劣らず良心的。レンタル4号を無料で貸してもらいます。全パートで触れなかった料金体系ですが、戦闘でいたお金の半分を納めれば、OK。2台だと、75% になりますが、若きハンターを救済するためのこのサービスが、ぼったくりなわけがない。75% は非常にリーズナブル、良心的価格でございます。5本。さて、レンタル4号には、迷彩シールドが積まれており、また、二人乗りにも対応しております。二人乗りについては、その名の通り、迷彩シールドは塩化率を下げますが、敵除けスプレートの重複は、ないです。迷彩は、効果切れのメッセージがなくなり、実際便利。でもスプレーを買わないと、徒歩でトホホとなりますぞ。敵を魔除く。明らかな、稼ぎ塩化も無視をして、沼地を抜けて向かいますわ、アイーダの交易所。ベルエポと、次の町、アミダラマの、アイーダあたりに位置する施設で、難所に向けての中継地点となります。稼ぎですが、しばらくは、行けるところまでぶくまして、まともな戦車を仕入れてからやるので、多分退屈なパートになると思うんですけど、なぜここで少し動かなかったのか。これがわかる。敵殺されてんのかバカ野郎にゃろめ。こにゃろめ。葬式してんのかバカ野郎にゃろめ。勢いでガバをごまかしまして、セイラという名の今のことは、結婚エンドもあるのですが、未完になるので、今回はお預け。お預けといえば、賞金。まるでファミリーのがまだでした。賞金首のドロップが多めなら、受け取りカットできますが、今回はちょっと、渋味でした。お金ができたので、末後の賞金は、キャンセルだ。1万5000ゴールドを用意したら、戦車装備屋で、鉄球ゴリアテを購入。鉄球だけに、くっそ重たいのですが、牽引車の重量は、移動に影響しない、という謎仕様。おっと、ここの移動は要注意。気持ち大回りに移動しないと、交易所にサインしやすいぞ。地図を見て、まさか。ギブったら、あれをやる気？ギブはあの罠で、ベルイマンもろともに自爆する気なんだわ。会話よー、多いわーと、ぼやきたくなるところにこの多いわ。忘れずに、鉄球つけて乗り換えて、邪魔な多いわ、壊さんとぞす。やるよ。壁や岩、といった固定物には、鉄球などでないと、まるで歯が立たないぞ。やったぜ。他に壊せそうな装備として、人間用のドリルアームがありますが、これはスタンプ300個の景品で。これから鉄球を売ってもまだ足りないのに、用意できるわけないだろ。というわけで、ここで一旦ソーセージインに戻ります。おっと重量オーバー。このように、オーバーすると動けません。少しなら、SP を削れば良いのですが、重すぎて、無理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 かたつむり。だからというわけでもないですが、ちょうどロギンも欲しいので、スタンプ屋にて、鉄球を売却。購入時の4分の3は、なんか良心的。ついでに景品も、即売りしてしまいます。これはやはり、鉄球売却後にサマンサのキャンプによる方が、資金の周りを考えると良いのでは。チャートに書いておきましょう。今後のための布石として、ナポレオン3号の装備を外しておきまして。あ、そうだ。なんか、犬のナッポの名前も、ナポレオン由来らしいっすよ。緩和9台。補給とセーブを済ませたら、ストーンバレーに伊賀鎌倉。最寄りは、アイーダの交易所。寄り道して、迷彩シールドを買うと、伊賀という時の保険になりますが。今回はカット。レンタルタンクが、お帰りにならない前提で、通します。
レンタルは、どこかしらパーツが破損すると、勝手に帰ってしまうので、一発破損の起きる電撃などは、実際点滴。この抜け道でも、完全バニーがやってくるので、食らわないよう祈ります。わーいでぶちら。ストーンバレーにやってきまして、ここからしばらくは、等速でお送りさせていただきます。なぜかというと、このあたり、少し進むと、一般徘徊賞金首がおりまして、それも、1体や2体ではない、3体が、よりにもよって、ハサミ打ちしてくるという、ゲーム中屈指の難所。こうなると、逃げが通じずリセ案件。この緊張感、これだけははっきりと伝えておきたかった。出現エリアは、ちょうどこの直線の、突き当たりらへんから、以降はずっと、やばいやばい。Q チャートでは、キャンプキットでセーブして、リスクを軽減したものの、今回は、まるでファミリー前に使ったので、このまま北に抜け、一旦ズクマ、二度目の遠征で突破を目指します。だからこの区間、敵でんな。許された。さて、こちらステーキ。この時点では、ズクマだけでもいいですが、セーブ間隔が短くて、なんかもったいない、という貧乏症と、シナリオ進行のために、どの道後々通るので、抜けた先がブクマできることもあり、一気に抜けてしまいます。そんなものをさなくていいから。ここは、ガンガン列車の駅とのことで、見ての通り、廃墟と化しておりまして、瓦礫の先では、徒歩を強いられます。強いられているんだ。そのため、敵避けスプレーを使いつつ、こまめにサーシャに乗ることで、奇襲全滅のリスクを抑えます。ここでは、歩道橋が壊れているので、列車の残骸を動かして、足場にする必要があります。本来の徒歩なら、押すモーションがあるのですが、見てください、サーシャの頭で押す様を。多分変態だと思うんですけど。というか反戦、だろ、あんたも手伝いなさいよ。ここのカメラが勝手に動くの嫌い。ようやく道ができまして、歩道橋を渡るときに、一時的に徒歩になるのに注意です。電車の上は、なぜかオッケー。変化しても、平気なことは多いですが、低レベル進行なので、多少はね。いまいち、サーシャ必須な共演歌を弾かないのですが、それは。まあええわ。みんな平和が一番。このエレベーター、どんな原理で動いているのか。これがわからない。ブクマ完了じゃないぞよ。もうちょっとだけ続くんじゃ。さて、こちら側のホームには、弾丸列車がありますが、今は電源が入っていないので、レバーを上げて、スイッチオン。これで元のホームに戻れるので、お邪魔するなし。この列車の入り口は大きめで、戦車を乗せても大丈夫。車検回収しましょうねー。すでに来た場所なので、4倍速で。決して、手際が悪かったのを隠すためじゃないんだからね。袋は演出が少なくて、いいぞこれ。ここで、本番特有の思いつき。タイガータービンを回収し、スタンプ集めを短縮できるか試します。特に調べていませんが、希少品なので高いはず。いくらで売れるか楽しみじゃのう。ブクマも済んだということで、ソーセージインに戻りまして、セーブ、おう冷えてるか？申し訳ないが、ノーセーブは肝が冷えるので NG。ストーンバレーに行きますよ、行く。ここからが本当の地獄だ。南西にある出口に着くまで、ハサミ打ちされなければ勝ち。されたらリセ。
ここらは道が入り組んでおりまして、岩山の影を通るとか、わかるはずないだろ、いい加減にしろ。先を急ぐ旅ですが、ここらでストップ、クエストを。0.1 号トン以下の C ユニットを持ってこいとのクエストで、あらかじめ買っておいたライダーブレインがここで役立つわけですね。攻略本には手前の初期装備を渡すと良いと書かれてましたが、 0.20 トンの無線ポリスジャムリですぞ。大丈夫？ファミ通の攻略本だよ。ところでわざわざこれを受けたのは、次のマッチパリダラマのショップの品揃えが増えるためですが、欲しいもの自体が必須ではないので、リセジのロスを考えると無視した方がいいかもしれません。何せここらは直前の乱で4リセしたほどの危険地帯、対策は祈るくらいしかありません。だからマジで敵伝なよ、敵伝な、敵伝なよ、敵伝な、出なかった。タイム的には嬉しい反面、あの絶望感をお伝えできないのはいささか残念。は、君は MM1 で賞金首だったムカデロン先生じゃないですか。やだー、自分から逃げていくのか。実のところムカデロンなら特に危険もないですが、スクラブーブーには要注意。元は3の賞金首で、奇襲や逃げミスがあると一気にタイルを持っていかれますぞ。この世の地獄を越えましてやってきました、アミダラマ頂上の旗を見られて、これ頂上激うま俳句。右手に見える滝の水は、ここの名物、阿弥陀水の原料となっております。水よし、景色よし、設備よし。まるで阿弥陀くじみたいなこの町には、売り出し中の物件までありますぞ。では帰るぞ。阿弥陀ラマでは補給の他に、レンタルタンクの新調もできますが、今回はカット、ここらは攻めますよ、オラオラ。ところで、画面上部のインジケーター。赤いほど敵が強く、ノイズが多いほど塩化率が高めなのですが、ジャングルは迷彩シールドありでも塩化率が高めです。もっと溶け込んでどうぞ。さて、ジャングルを抜けた先は一転しての和風な世界。お城めいた建物の中では寿司バーが経営されており、それも回る寿司ですぞ。そんなわけで、ここには回転場という名がついているのであった。寿司というのもはばかられるゲテモノを平気で出してギア上がるので、一挙本当の寿司を教えてやるかというクエストもありますが、今回の目的はそれではなく、人間装備屋で戦国の靴を2つ購入し、日向と反戦に装備させます。素早さが35も上がる足防具ですが、ラロには装備できないのが玉に傷。ついでに反戦の腕防具として怪力手袋も買っときました。力が上がるよ、やったね、反戦。お次はスパイツリーに向かいます。どこかで見たような超高層の塔にはねっとりとした目の文様がついてます。場所は砂漠の真ん中あたり。こちら登山者ならぬ徒登者続出スポットとなっております。落ちたな。じゃ先を急ぎましょう。すぐ近くのキャンプでは優秀な人間装備を売っているのですが、予算の都合で後回し。ところでスパイツリーの頂上ではクリア後に会える賞金首ですが、スカイクラーケンというのと戦えます。クラーケンということは炭いっぱい、炭だくってこったな。無駄話はさておいて、砂漠を越えてやってきたのはダムの町。黒部ダムみたいな形してんなー。大破壊後には珍しい水力発電ができる施設ですが、現在はモンスターにより停電中。このままでは各種施設が使えませんが、アッシには関わりのないことでござんす。ダムを抜けると雪国だった。思えば遠くに来たもんだ。長きにわたるブクマの旅もここからあとは2つだけ。まずは雪原の北東に位置する金輪際リゾートへ向かいます。ゲーム的には後半のエリアなので、タイルをガリガリ削られますが、3人で逃げるを選べば、逃げ切れることなどあんまりない。ちょっと行動遅かったんとちゃう？まあまあええわ。一打俺の女はスルーして、金輪際リゾートに無事到着。収容員のほとんどがアンドロイドというこの施設。雪原という立地に反し、奥には人工のジャングルがあるという、こりゃまた立地なリゾート地だ。さて現在、ここで働く洗濯ロボに助けを求められた気がしたので向かっているところ、ロボットが電池切れでいらっしゃる。
充電器は隣の部屋にあるので、そこまで押して差し上げろ。あれ、あれあれ、どうしてこうなった？動かなくなっちゃった。やべえよ、やべえよ。ちょっと手間取ったまでのこと。十字キーで操作すれば、動きのへにょりはなくなるのですが、カメラが自動に動くのが地味に面倒。充電部屋の右上の角に引っ掛けてしまった苦い経験があるので、ここの操作は緊張します。任務完了。いやー、いいことした後は気持ちがいいですねー。じゃ帰りましょ。ロボットの様子が心配なので、また見に行きましょ。そういえばここの廊下、上側を通ると修羅場を見るので注意です。夫婦喧嘩は犬も食わないって、それ昔から言われてるから。さて、戻って洗濯カゴを調べると、なんと、超絶セクシービキニがあるじゃあありませんか。女性ソルジャー、およびレスラー用の強力な防具ですが、売ると1個 48,750 ゴールドになりまして。場面転換することで、何度でも取ることができます。なんとなくバグっぽいですが、バージョン 1.1 では修正されなかったので、鶴の恩返し的な何かかもしれません。邪剣集めまくりましょうねー。今回集める数は13着。お金はそこまで必要ないですが、これはスタンプ集めも兼ねています。目標のスタンプ8000個には足りませんが、そこはそれ。チャートでちゃんとフォローします。激うまジャグ。ここでの注意点としては、地下では若干の塩化率があるので、奇襲で映らないよう祈ります。敵避けスプレーを使うという手もありますが、テンポが悪くなるのでキャンセルだ。脳炎化も珍しくないですし、ここで全滅するやつなんておらんやろう。ちゃんと数えたはずですが、一応数の確認を。13着。オッケー？じゃあな、もう金輪際来ねえよ。え？そういえば、ここに金輪際行きたくなくなるようなエピソードを紹介してませんね。宝を探しに行ったハンター一行。不幸にも黒塗りの怪人にやめだやめ、尺がないし、行かないし。お姉ちゃん、ビキニ13着、買い取ってくれや。しめて、63万3750ゴールド。たまらねえぜ。景品の受け取りは、後にしましょう。大量の戦車装備は、手前の2台には、多すぎるっぴ。2台については、次の町、運河運河で解決します。戦車を買いに、行きますよ、行く行く。なんで等速にする必要なんかあるんですか？へぇ、蜂の助のん。おぉ、いてぇ。数が少なめで助かりました。アマちゃんめ。ボンガボンガと撃たれましたが、運河運河にやってきまして、ブクマの旅はこれにて終了。その名の通り、街中に張り巡らされた運河をゴンドラで移動する様は、まるでベネチアみたいだ。さすがに戦車は乗せられませんが、人間用の施設に行くには、これを使うのが実際便利。戦車を買いに来たわけですが、小生、物をよく忘れるので、先に人間道具屋に向かいます。おー、そうれーみーよー。船に乗った時の演出は、スタートボタンで飛ばせますぞ。さて買うものは、回復アイテム、たくさん、照明弾、たくさん、修理キット、少々。アイテムの効果については、今知りたい方は、右枠参照。口頭では、おいおい説明するとして。肝心要の戦車の購入、これは、レンタルタンクのお買い上げ、という荒技。購入権を得るためには、1000ゴールドを収めること。固定戦闘分で、900ゴールドになりますが。偵察運行狩りの時点で借りていたので、見事、購入権を得ています。レンタル19号、4人乗りの装甲車になります。間違って借りないよう注意。他の戦車も返した上で、ついでにすぐそばのエンジン改造屋でチューンナップ。地下に各種改造屋があるのですが、エンジン改造屋だけは下にないので、先に済ませたわけですね。改造した V ハミ2コングは、積載はあるが自重がとんでもないという、自重しない代物で。軽量化することで、進化が出るよう進化します。激うまジャグ。緩和9台。ソーセージインに戻りまして、スタンプ屋の景品の積み込みを。おっと、A ボタンを連打するので、戦闘のメンバーを購入戦車に乗せておきましょう。スタンプ屋の景品の中には、ここでしか取れない貴重なアイテムも、
少なからずあるのですが。でもそんなの関係ねえ。いらないものは売っ払い、19号の初期装備も売っ払い、スタンプ8000を達成するのじゃ。目玉商品の強化宇宙砲をゲット。やったぜ。あ、そうだ。タイガータービンは6000ゴールド。ダメみたいですね。一体なぜ本番で試したのか。私にもわからん。それはともかく戦車の装備、サーシャに積んでたものを使う際は、荷台がないので外すのがちょっと面倒。手前の装備を外しておき、それと付け替えるような操作にしたら、スムーズにできるようになりましたぞ。おっと、サーシャが重量オーバー。もう使わないし、いいかな？やっぱり使うので、タイルを剥がしとうございます。運が運がに再び来まして、改造するぞ、改造するぞ、徹底的に改造するぞとその前に、キャンプキットを大人買い。回復、セーブは無論のこと、イベントのための日数経過もこなせます。19号にもともと1個積んであるので、ここで買うのは9個でいい。これでも余裕を持って買っています。地下では皆さんお待ちかね、嬉し恥ずかし、戦車改造タイム。まずはシャシーから、5つある武器の穴のうち、穴1以外を SE 用にします。ついでに特性を会心の一発に。これはそのまま会心率アップですが、穴1にしか効果がない点に注意ですぞ。さらに、気休めかもしれませんが、守備力を最大改造。車体が重くなるので、SP 上限は下がりますが、火種軽減に加え、パーツ破損率が下がる。らしいです。お次は C ユニットの改造屋で、ヤヌスをしっかり開発してもらいます。特性追加で、会心の一発。シャシーと同じ効果ですが、重複するので、実際強い。もう一つ追加で、ダブルストライク。こちらも穴1限定ですが、連射数をプラス1するという優れもの。お好みで、命中補正をつけても OK。重くなるのが難ですが、その分気持ち、火力が増します。最後は武器の改造や、鳴り物入りの強化宇宙砲は、最高ランクの火力の大砲。弾倉を改造すると99発まで伸ばせるので、多い日も安心。もちろん攻撃力も底上げします。さて、一通りの改造が済みましたが、SE 穴を開けたのに、なんか足んねえよな。邪剣会に行きましょうねー。というわけで、クエストをこなして仕入れさせた、タキオンレーダーを3個買います。これは、攻撃能力を持たない代わりに命中率を上げるという、一風変わった SE でして、5% の効果があります。重複は、するんですかね？攻撃は、穴1の大砲のみで行うので、破損時のリスク分散も兼ねてます。穴5には、売らずに残した景品の電光迎撃ブルアードを装備。弾数無限で迎撃できる、便利兵器ですぞ。他に残した景品は、鉱石祭のエンジン、オメガバイオ。19号はダブルエンジンできるので、V ハミ2コンブと合わせて積んで、これ1台で攻略していきます。軽視しがちな人間装備も一応調達。職ごとの専門装備点は意外な穴場で、腕装備で速さを15上げられます。人間時の素の防御力はそこまで問題にならないので、耐性と補正を重視して選んでいます。例えば先ほどのメカニックグラブや戦国の服には、隠し耐性として通常に 5% の抵抗があるらしいっすよ。スパイツリーの近くのキャンプで装備調達は最後になります。買うものは全員分のファイバーヘルムとスタントスーツ。スタントスーツは速さ補正30に加え全属性耐性10と優秀。ファイバーヘルムは速さは10と渋いものの電撃耐性 25%、 麻痺で全滅しづらくなるかも。駆け足で説明しましたが、このあたり実戦でお見せしないとよくわからない可能性がよれぞん。本当に申し訳ない。というわけで、百聞は一見にしかず、これからはシナリオを進めつつ敵をボコっていきますよ。いくい、今回はここまでです。ご視聴ありがとうございました。ようやく戦車でバンバン戦える RPG の RGA やるよ。前回は世界を巡り装備を整えました。今回はシナリオ進行にかこつけて戦車の性能をお見せするとしましょうか。さて、忘れがちな旅の目的はギブスン博士の救出で、反応がラプールから見ての南の工業地帯にあるので来たところ、変な奴らが封鎖中。邪剣ぶちのめしましょうねー。いざ鎌倉。まずはおさらい。 C ユニットの特殊能力は乗り手を問わず使用可能。
連動やムスのダブルショットでボンガボンガと打ち込んでやるのじゃー。敵は短期発戦区で取った強化宇宙砲。やったぜ。このように強化宇宙砲の攻撃は扇状に広がるので、適当に撃つだけで弱い奴らは吹っ飛ばせます。ですがこんなもんじゃありません。次の戦いではもっと狂った性能の一端をお見せしますよ。この場を守る小隊長は戦車戦の後モナミに変形。やることは特に変わりません。ダブルショットを打ち込んでやるぜ。やった。見た感じでわかりやすいのは赤字もいい仕事してるなといったところ。会心の一発というあれで、シャシーと C ユニットの特性に加え、強化宇宙砲での発生率は通常の3倍。ほんの 4% に各種補正が掛け算でかかるらしいのですが、体感ではそれよりもっと出る気がします。3倍というのは攻略本情報なので、例のあれかもしれん。ちょっと待って、迷彩シールドが効いてないやん。迷彩は基本的に付け直す必要はないのですが、戦車を乗り換えた際は改めてスイッチを入れる必要があります。それはさておき、賞金首戦のウンバットと共に現れたのは、オープニングムービーにも出ていたキュビズマ。お前のことが好きだったんだよ。兵力率が、と高い敵ですが、そこに強化宇宙砲のチート特定。兵力ガードは一切無効。兵力ってのは回避みたいなものですが、これを織り込んだ耐久なので、無効化するとあっさり倒せますぞ。やったぜ。経験値4万は、ユーマっていっす。実のところ、シナリオとの絡みはありませんが、見えないシンボル演歌みたいなもので、確実に会えるのが強み。レベルがどんどん上がりますよ、ムキムキ。会心が強いのは、会心だから、といえばまあ、そうなのですが、発生時にレベル補正を受けない点が大きいです。レベル補正は、命中率とも言い換えられ、砲弾が、直撃するかかするかで、ダメージが大きく変わるのですが、会心は、最大命中の時の、やや上あたりのダメージなので、レベルが高くなると恩恵は相対的に減ることになります。低レベル攻略向けの構成にしたってこったな。イベントの方は若元が何やら話しておりますぞ。なぜ突然俺に黒モグラを差し出す気になった？黒モグラが手に入ればもうホットシードの生き残りに用はないはずだ。彼らを追い回すのはやめてくれ。それが条件だ。驚いたぜ。そんなにあのガキが大事なのか。いいだろう。その条件飲んでやる。父親気取りでせいぜい家族ごっこを楽しむがいい。かなり尺が食い込みましたが、どうせ一般封鎖兵を倒すだけだから省いて倍速入れても上等だるるお。簡単だった。こんな感じでイベントと戦闘を交えつつギブの居場所を目指していきます。ああ、次はイベントだ。大破壊の最中、てめえらと一緒にクロモグラに乗り込んだ時、俺はまだ何も知らないウブで愚かな新兵だった。それが今じゃ、てめえらを生かすも殺すも俺の胸先三寸。破滅したこの世界は俺にとっちゃ楽園、夢に見たユートピアさ。省略したボイスもあるのですが、次のキャラが濃いので致し方なし。ここを守るバルバラは MM2 でいうところの四天王ポジション。個性的な演技を四天王。あら、こんなところに来客だなんて。このままサクッと死んじゃいましょう。人生最後の遊び相手が私だなんて、あんた最高にラッキーよ。てなわけでワルバラとの対戦は、まずはワルバッハ号を壊すとこからっかーん。と言っても戦術は特に変わらず、ダブルショットでゴリ押しまっかー。早くも人間形態になりましたが、もう一段階変身を残しているのよっぽーん。まあ、だからどうというわけでもないんですがね、へーん。これからが本番よ。ほー、第二形態は一転しての植物に見えた姿。これがブージン計画の正体だったのか。はい、ち
ラチラ出てる青いダメージですが、あれは超会心の一発というやつで、会心の一発が出るときに 10% 程度で変化して、会心時からさらに4倍前後のダメージになりますぞ。地獄で遊びましょう。先に行って待ってて。あげる。申し訳ないが、変な語尾によるキャラ付けは NG でもみ。目指す場所は近いわ。急ぎましょう。先回りできたら、仕掛けた罠の起爆装置は私が解除する。知ってた。すんなりクロモグラが手に入るとは思っていなかったが、まさか自爆も当然の罠とは。バカだ。読みが甘いぜ、科学者さんよ。こんな仕掛けじゃ今の俺を殺すことはできねえ。てめえもまだまだ死なせちゃやらねえぜ。クロモグラを手に入れるまではな。ギブスの博士、なんてこと。案の定間に合いませんでしたが、残った警備の兵がいるので、そいつらからギブの居場所を聞き出しましょう。おうおうおう、ベルイマンに呼ばれてきたんだよ。今どこにいるんだよ。悪教えろよ。ハッタリを聞かせて聞き出したところ、ラプールに帰ったんじゃないかと。ハッタリーなぁ。さて、ここから日数経過のイベントがありますので、まずはキャンプキットを3回だよ3回。この際にセーブをしてしまうと勝手にタイトルに戻るのがロスゆえに、イベント進行しない場合があるので注意。3日経過で1段階。もう3日でも進むはずが、イベントが起きたり起きなかったりするので、ひとまず放置で本格的化石の準備をしていくことにします。ベルエボに行くその際には、19号をうっちゃれうっちゃれ、デマエル君がドップシステムを使ったら用済みのバイクは乗り捨てて、そこから郊外に行くのですが、別のルートもあるので検証用に並走させてみましょうか。円化運も絡むのであくまで参考程度になりますが、賞金首がチラチラ見えるベルエポ市街の地下直通よりは早いんじゃないかなと思った次第。合ってるかな？どうかな？ほとんど同じ。本番では装備変更してたけど誤差だな。地下の広間で合流し、そこからのルートは共通です。割と長い道のりになりますが、矢印の通りに走るだけの簡単なお仕事です。この間特に話すこともありませんが、退屈しのぎにベルエポの観光情報でも、別ルートとして紹介したやつですが、ちょっと道を外れると賞金首の姿がちらついたりします。また、地上では魔除けの鐘の他に、真実の口というのもありますが、ロスアーム要素はありません。わーいでぐちら。細長トンネルを抜けた先は、湿地帯の陸の孤島。お外には、白いワンコ、私じゃない。巨大なアメーバと戦っているので、誰か助けてくださいって。ふん、雑魚か。ちなみにここのジャンボアメーバ、自分から逃げることもあり、なぜかこちらが逃げたように扱われますぞ。アメーバから白衣の女性を解放し、ワンコにお家に誘われて、そこで解放してあげます。ぬるぬるになった体が、セクシー、エロい、といったシチュエーションではありますが、体はいらん、薬をよこせ。ここでもらえる巨大化の薬の瓶は、バイオ系に投げると、大きくなって経験10倍、これで稼ぎが加速する。近くの箱からもう1個回収し、さらにロストパスワードを使い、スーパーキノコ袋も手に入れます。パスは2882。こちらは味方に使うことで、巨大化させてパワーアップ。マルリオかな？お帰りは、転送装置を使います。こんなこともあろうかと、お外に19号を放置しておいたのさ。これより本格的、稼ぎに入る。薬をスムーズに投げられるよう、日向はサーシャに乗せておき。また、日向の先行率を上げたいので、ラロの装備を一旦外しておきます。後で付け直すのを忘れないように。今回狩り場として使うのは、回転場の西あたり。ここらはウマアジ演歌の宝庫なので、通常プレイでもお世話になった方は多いのではないでしょうか。出現エリアに入ったら、スローウォーカーを。無双よっしゃー！こいつはその場の演歌テーブルから、好きなのを、選んでね。
という稼ぎ用の特技ですぞ。ただいまお取り寄せましたルコの亀は1体6000の経験値を持ち、多くの場合4体セットで出てきます。1ターン目は何もしないので1人下ろして2人で巨大化、一気に経験6万に化けますぞ。2ターン目以降は逃げることがあり、また攻撃してくると添えたいので、薬を投げるのは日向だけにして残りの2人でいただきます。そのため日向の先行充填。薬は実は使い捨てではなく、買うたびに 20% の破損判定。祈りの指輪を装備されたし、やったぜ。経験値18万、うめえわらわらわら、超うめえわら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 と、このように稼ぐのだ。そうそう、お取り寄せみたいな特技も便利リストに入れておけるので稼ぎの時に役立ちますぞ。じゃあもう一回不取り寄せ。やることはほぼ同じですが、等速で一線流す、その間に細かい補足をしていきましょう。日向も車に乗せましたが、これはレベル30でハンターマジックを習得したため、これで電車に乗ってても道具が使えるのですが、身を乗り出した時にダメージを受けることがある点には注意。またお取り寄せの習得レベルは25で、ジュリズマを退治しないと24止まり、うろうろ狩りがなくなった分効率アップ。お取り寄せは演出が入るのと、必ずしも目当ての敵を引けるわけではないという問題点もありますが、変に意地張って使わなかった初週テストランではタイムがおつやだったので使った方がよろしいかと。さてここでの稼ぎの目標はひとまず51までとしました。8が遅くて行きますよ、いくいく。目的としましては、今後の2つのダンジョンで白兵戦を強いられるので、そこの安定度を上げるためとなります。金が見たいと渋味ですが、出てきただけでも儲け物。外れでも大抵の敵はうまいのですが、申し訳ないが金色とピンクのウサギは金稼ぎ用なので NG。 演歌のヒット、スリの減り方がタイムを大きく左右します。上映会なんてなかった。ちょっと稼ぎすぎましたね。わし53になってるじゃないか。最後まで薬がなくならないという幸運を引いたので、くっそ早く終わったのですが、少し調子に乗りました。直前のランでは最初の2回でなくなってしまい、何度も補充に戻ったものですが、ちなみに薬の補充ですが、同時に2個はくれないといういわゆる世界樹の葉方式になります。ぬわーん、疲れたもーん。ようやく稼ぎも終わりまして、金輪際リゾートにやってきまして、キャンプキットで2泊します。普通は3泊なのですが、ここによると1泊減り、またフラグがなぜか立たないという事態も避けられます。ギブの位置を示す信号だけど、どうやら移動が終わったみたい。見て、この工程の位置が潜水艦の目的地のようね。とにかく急いでこの場所へ行ってみましょう。恥ずかしながら戻ってまいりました。サーシャの有効点にはリゾートからが近いのですが、補給を忘れていましたぞ。セーブは特に必要ないので気を取り直していきましょう。ここ誰かが倒れてる。まさかあれがギブ？返事がない。ただのダミー人形のようだ。引っかかった、引っかかった、引っかかった。うわー、チャンネルだー。テス、テス、テス。ラスト会いましたね、坊や。人型のロボットのお姉さん。イブス博士の命を助けたければ抵抗せず、おとなしく拉致され。うん。わけないよね。今度は思いっきり暴れていいってお許しをもらってるから、死なない程度に殺してあげるよ。ひゃー。これは罠だったのか。というわけで、ぐっと久しぶりに再登場した変なやつ。この後もども四天王ポジの一人。今回は、ヘリに登場してのご登場。敵を混ぜる。
オフスお願いします。ゴモドとの対戦は、まずはヘリの撃墜から。こいつは飛んでいるので回避が高く、完全ミスを表すゼロダメージを量産してくる難敵。そんな風に考えていた時期が私にもありましたが、見ての通り当たっています。どうやら上下宇宙砲自体に対空性能があるらしく、高高度になってなお当たりまくります。対空性能は写真の解像でもつけられるのですが、結果的に全く必要ありませんでした。激しく上下運動は実質でレコード、呼吸なしでも勝てることは多いですが、ランチャーをランチャーされると削られます。激うまジャグ。ついでにこちらの連続攻撃、一見弾切れが心配そうに見えますが、強化宇宙砲の3連勝に連動やムスでプラス、これが弾消費1で打てるので見た目ほど消費してなかったりします。強化宇宙砲、あまりにもチートすぐるでしょう。実のところレベル上げをしなくても一回心時のダメージが下がるものの、倒すのに支障はないでしょう。ゴモドコプターはしめやかに爆発飛散。降りてきたゴモドには10万近い HP がありますが、1回のようなダメージカットはないので瞬くうちに削れます。鉛で戦車に勝てるわけないだろ。邪険な振り殺しにしましょうね。ゴモド、打ち取ったり。ここの経験値でレベル52になると、いい感じです。理由は勝利後のイベントの後で。あの野郎の体内に埋まってた発信機は、ここにある。てめえらが頼りにしてた城は、引いちまうのさ。なぜ潜水艦まで爆発したのか、私には理解に苦しむね。とりあえず、舌を拾っておきましょう。ギブの体内にあった発信機は、摘出されて、信号はもう発信されない。とにかくラトゥールへ、ラトゥールへ、行ってみるしかないわね。どうやって行くのかはわからないが、とりあえず補給しておいてくれ。おっと、ラロの装備をつけ直すのを忘れていましたね。いかん、危ない危ない。さてここで、ラプールを目指すその前に、ダーマス神殿に寄り道します。場所は、ストーンバレーの中ほどで、以前と同じく、例のあれに出会いやすい、危険な領域。と言っても、現在の装備なら、余裕でひねり潰せますし、経験も、実際うまじなのですが。ダーマスインして52が理想。今回は、すでにオーバーしてるので、出会わないことが望まれます。できれば出るなよ。できれば出るな。でも、どうせ出るんだろうな。最後まで出てこないのか。こんなんじゃ見どころさんがないんだよ。こっちの事情も考えてよ。それはさておき、長い階段が印象的なダーマス神殿。どこかで聞いたような名前のこの神殿では、なんと転職することができませんでした。ここでは魔法教の教祖ダーマスがスプーン曲げを披露して、コツを書いた本などを売りつけて、これであなたも魔法使いという信仰宗教が流行っておりますぞ。あ、ダーマスってそういうところがどっこい。ここの地下では神の椅子とやらに座ることで特技をいろいろ付け替えられます。やっぱりダーマ神殿じゃないか。習得にそこそこレベルが必要で、特にバイオ系への即死攻撃、禁断の注射器のためのレベル52。例によって耐性がバボスがいるので、相手は限定されますが、取っておきたいと思いました。丸。他につけるものとしては、味方全員に回復アイテムを使う戦場の天使、と、効果を上げる薬の知識。全体麻痺回復の、しつけ薬も便利。これらで白兵戦の安定度が増します。白兵のメイン火力となるスパナランプと暗黒舞踏も忘れずに、後者はレスラーだけで OK。 スパナランプはマシン・タンク系特攻の全体攻撃、素で威力依存なのでレスラーが使うとくっそ強いよ。ラロにはラロスペシャルという上位互換スキルがあるので、代わりに電光石火をつけときます。ここにはもう一回来る機会があるので、機械のスイッチを入れときましょう。
暗黒舞踏は、敵艦隊への4回攻撃。元は非力なアーティスト用でしたが、やはりレスラーが使うと破壊力抜群。とかなんとかうだうだ言ってましたが、そろそろ白兵エリアなので、実戦でお見せすることになるでしょう。ダーマスを、クエストを進めていくと、ただのインチキ野郎じゃないとわかるのですが、尺がないんだレンゲ教。運河運河から南に位置するシトウモンからは、ザプールの裏口に、宙づる込んでやると言われています。邪剣書き込みましょうねー。ここでは、羽橋を下ろすために、4つの塔を巡ることになります。タワーブリッジみたいな見た目してんな。これまでは、戦車戦で楽をしすぎたので、ここらで血脇肉踊る、白兵戦をシトウモンじゃのう。激うまじゃぐ。とはいえ、入り口にいる見張りまで、勝ちでガチる必要はなし。おうおうおう、戦車に勝てるわけないだろ、おとなしく通すんだよ、あっしろよ。交渉決裂。戦車でバンバン撃ちますよ、うつうつ。ロボポリス3は、後で生身で戦うので、戦車戦なら、何の問題もないね。速やかに送って差し上げろ。簡単だった。警備のロボを倒したところで、いきなり笑い出したロックウェルは、雑魚かと思ったら守備隊長。侵入者が嬉しいとか、こいつすげえ変態だぜ。多分退屈だったと思うので、追っかけて遊んであげましょう。変態を追っかけたところ、警備の兵に変態軍で襲われる、そのはずが、あまりの平和さに、寝てる兵士がちらほらと、サイボーグ化されてて漏れるんすねー。それでも襲ってくるのが3人。3人は、どういう関係なんだっけ？もっとも、何人できても同じこと。こっちの3人に勝てるわけないだろ。敵はマシン系なので、スパナランズがよく効きます。3人でスパナを投げれば、倒せぬ敵などあんまりない。やったぜ。と、このように強いスパナランズ。素で威力依存と前に言いましたが、その倍率はなんと、3倍だよ3倍。マシン系には2倍ダメージ。ザロスペシャルは倍率ドン、さらに倍、ダメージはさらに加速した。モーションも短いので、何も言うことはない。とう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 の連絡通路で、とうとう敵に追いついたわけでして、さっきと同じ敵なので、スパナを投げて、とっとと倒してしまいましょう。まあ、こんなものだろう。まだやるつもりかと思いましたが、こいつはちょいと珍しい、有効的な、レギオン戦闘員。言われた通り殴るふりをすれば、勝手に落ちてくれますぞ。その隙に、バックを突かれて落とされそうになりますが、しっかりと踏ん張れば、OK。落とし前はつけてもらうよ。野郎を追ってきたところ、なぜか戻ってきたところと鉢合わせ。なんでもメンテが行き届かず、逃げるに逃げられなかったのだとか。え、ここ落ちるの？マジで？運よく鳥の巣がありまして、被害は戦闘メンバーの大ダメージのみ。相手にも想定外だったようですが、ここぞとばかりと奇襲スタート。開幕に2回攻撃されるので、もし低レベルで突るのであれば、ここで落とされないのが最低限。もっとも、今回はがっつり鍛えたので、特に危険もないですが。いずれにしても、ここでは軽く戦うだけでいいので、照明弾を投げて火種を抑えつつ、適当にあしらいます。照明弾は、以前マルデファミリーに使った、煙幕花火と似た効果ですが、攻略本によると、少し違いがあるようです。照明弾は、一ターンで確実に効果が切れる代わりに、回避効果は高めだとか。白兵では、日向の火力が頼りないので、毎ターン投げればいいやって感じで、効果の高い方を使うことにしました。先行できないと意味がないので、それで装備の素早さ補正を重視してたわけですね。さて現在、また別の連絡通路にやってきまして、次なる敵はロボポリス3。こいつはレギオン戦闘員の2倍の HP を持ちますが、1ターン目は何もしないので、スパナを2ターン投げればもう満タイ。ですが、無理やり1ターンで終わらせるべく、反戦にキノコを与えてパワーアップ。やったぜ！大きくなった時の戦闘力は、2倍とも、3倍とも。スパナのダメージを見る限りでは、3倍になっているようです。わざわざ1ターンで倒すのは、電撃で伸びると面倒だと思ったため。
防具で耐性も上げているので、そうそう起きるものでもありませんが、レスラーは先行しづらいので、多少はね。キノコは実家結果であり、ボスだけに使うと余るので、適当に使っていくことにしました。ここで、スパナランブのガス欠が心配になったので、ブースターポイントを使い、強化することで、回数を回復。BP というのは、倒した敵の数によってもらえるポイントなのですが、ここで10って少なすぎうち？あ、なんだこの数。どうやら敵は、ここを最後の決戦の場に選んだ模様。ちょっとシャレな乱所これは。バカ野郎お前俺は勝つぞお前。オッスお願いします。驚いたふりをしてみせましたが。大量の敵は、倒しても倒しても、ワンコそばのように補充される、という形で表現されます。定量を撃破すれば戦闘終了。打ち漏らしがあると面倒なので、キノコを使って確実に。行動順を意識しての反転巨大化ですが、着弾の瞬間に巨大化していればいいので、ラロを大きくしても OK。よほど運が悪くない限り、噛み合って一掃してくれるでしょう。てなわけで、取り巻きを倒し、残るはロックウェルのみ。覚悟。ロックウェルとの戦闘では、3ターン目に確実にやってくる、自爆を待てばもう満杯。この方法だと武漢に乗りませんが、そういうプレイじゃねえから、これ。マシン系のダメージカットと HP の高さが合わさり、3ターン撃破は困難に見える。やるならキノコを使った上で、横綱オーラからの暗黒舞踏かな？最終ターンに合わせて回復します。命中率は下げていますが、当たると痛恨確定なので、結構痛いぞ。だから痛いって言ってんじゃねえか。だけどそれもおしまいだ。ロックウェルはしなやかに爆発したん。ブリッジの制御キーのみダッシュして、もう一つ探しにダッシュ。今回はここまでです。ご視聴ありがとうございました。終盤に戦車に乗れない場面を持ってくる RPG の RTA、やるよ。前回は、シトウモンの守備隊長、ロックウェルをぶちのめし、西ブリッジ制御キーを入手しました。東用の制御キーも必要なので、今回はまず、それを取りに行きます。ここ。これで橋が架けられます。架けなくても、実は進めますが、次のボスを、生身で抜ける羽目になります。カードキーを差し込んだら、あとはダウンを。そしてバイボーフェイス！んじゃ、もう片方も下げに、行きますよ、行く行く。あ、突如現れた怪盗は、モンスターママ。この巣の主のようですが。邪魔だけするならこのモミジ、容赦せん。こいつは飛んでいて、攻撃が当たりにくいのに加え、HP2 万2222という、ボスの風格。対空性能のある特技もありますが、相手には実は、即死耐性がないので、禁断の注射器を、打ち込んでやるぜ。お外しなし。やったぞ。そのための 52? あとそのためのダーマス？専門職のナースなら、35で習得しますが。注射器が必要な場面は多くなく、代わりに誰を外すかが悩ましいのと、あまりレベルが低いと、火力不足が響くので。レベル上げが、くっそ早いゲームということもあり、52チャートとしました。何より2時間以上もかけて、博打を打ってらんないんだよ。さてさて、残された卵の方ですが、親鳥の叫びを聞いて、ご帯同。そしてそのままご帯同。釣り込みが行われるかと思ったが、そんなことはなかったぜ。じゃ、橋を下げましょう。そしてバイボーフェイス！お帰りは、枯れ草にドロップキック。橋の手前側へのショートカットができますぞ。戦車。戦車を置く場所は、ん？間違ったかな？まあまあええわ。ここらでチラチラ見える影は、先ほど飛んでいった、チャイルドリ。当たると、戦闘になるので、注意ですぞ。橋を抜けて、前方からやってきますわ、四天王ゴジの一人、サソリさん。車はなんと、ロードローラーだ。とっとめはできませんが、個性的な演技があります。よろしければ堪能ください。面白い車に乗ってやがるな。俺はモーターレディオ100代隊長の一人サソリスタン様だ。どうだ、恐れ入ったか。たとえ誰でも
様が何者でも、どうせここが墓場になる。前座との戦いは、ボイス鑑賞会といたしまして、面白い車、ガスローラーが出てからが本番。と言っても、思考は特に変わりなし。思考をボンガボンガと打ち込んでやるのじゃ、敵の特徴としましては、とにかく硬く、守備力依存の全体攻撃、体当たり、が得意技。メカニックの特技、緩めるで守備を下げると、逆にアキラがダメージを受ける、という、面白仕様もありますが。悪いならろ、その特技、徒歩用なんだ。使うために降りるのは、勇気がいります。上様を本気にさせやがったな。車を壊せばアソフト落ち。相手はダーク破壊攻撃も持ってますが、裏をより先に撃破できます。やったぜ。サスローラーの落とす巨大ローラーは残念ながらプレイヤーにはただの鉄くず。これに限らずドロップは戦車に積むと重さがあるので、全て捨てていくことになります。よくも俺様の愛称ぶっ壊しやがったな。こうなったら最後の手段じゃ。グスタフ兄弟の少女リッタ式様らに合わせてやる。ピッタシという割には外れてますが、そこはそれ、主人公補正というやつで。先ほど話に出たグスタフ兄弟は、初代のビッグキャノンを彷彿とさせる巨大な大砲型の敵。この次のボスになりますが、おっと戦うその前に電光石火を強化しておきましょう。電光石火は未強化では2回攻撃。これではダブルショットと同じですが、プラス1で2回か3回、プラス2なら3回確定。できればプラス2が理想ですが、ポイントが少し足りませんでした。あれがグスタフ兄弟ね。あんなに巨大な大砲ならもっと近づけば。近すぎて撃てなくなるはず。接近戦に持ち込めばきっと破壊できるわ。というわけか。戦術は特に変更なし、強いて言えば電光石火を使い始めるということかな。敵2体のステータスは同じですが、境界心の引き違いで撃破タイミングがずれたりずれなかったりします。どっちが先に沈むのか楽しみじゃのう。そういえば BGM が久々にお尋ね者との戦いになっていますね。ラプール絡みの敵たちはあんななりでもノーマネーでしたが、こいつらだけは別格で、金の住人に迷惑をかけたせいか、ずっと高額な賞金がかかっていますぞ。具体的にかけた迷惑というと、使うもん付近に全然草も生えなくなる程度の砲撃、生態系壊れる。そのせいで、金の塩化はこいつらの他に、警察に奪うのに、となっていますが、そこで長距離戦を挑むこともできます。実はこの長距離戦に勝てば、一部のイベントをカットできますが、迎撃か、ダーク破壊の砲撃が厄介で、修理しながら戦えばロスになりますし、祈るのもスマートではないかなと。また攻撃演出が長い気がしてました。何が言いたいかっていうと、ここで成功法で倒したとしても誤差だよ誤差。簡単だった。グスタフ兄弟はしなやかに爆発したん。ガレージで呼吸して、しゃあこの野郎、これよりラプールに進軍する。敵を待てぶ。この辺りでは通常演歌に紛れてサソリスタンが襲ってくることがありますが、イベント戦以外では倒しきれないので、これまで通り全員。おっとプラチナウォーカー、こいつは一体で経験値1万。ま、逃げるんですけどね。死闘も以前に出るならな、俺もな。とここでサソリスタンに追いつきました。まいっ参った。サソリは尻尾をぐったり。部外者にここを通過されちまうとまずいんだ。貴様ら全員ここで死にやがれ。というわけでサソリスタンとの再戦です。遺産でかかってきましたが、生身で戦車に勝てるわけないだろ。いい加減にしろ。強さは HP 以外、死闘門の時と同様、ダーク破壊攻撃が来ると動揺するかもしれませんが、一発大破はありえないので2ターンで倒せばもう満体。兵かまわん殺すぞ。よほどのクズにてダーク破壊を2回選択、それが写真に直撃などすれば負けることもあるかもしれませんが、これまでにそんなことはなかったので特に対策は入れていません。フラグだと思った。
残念、略称でした。この俺様が敗北。あり。いや、こういやつだった。声的に戦闘力が53万ありそうでしたが、実は中の人、違う人らしいっすよ。小生、声優さんは詳しくないから、名前が出ててもわからない。それはさておき、破損したパーツの修理をば、これも修理用の特技を便利リストに入れると実際便利。代は小を兼ねるということで、リストに入れるのは大破修理。回数は少なめですが、破損も直せます。そういえば、サーシャも先ほど、故障かな?といった挙動をしてましたね。電池の残りが少なくなって、アラート発生。アラアラーっとなって、クラクラっとしたのだとか。充電器はクロモグラの中にあり、そのためにも、ギブを助けなきゃ、と、急ぐところに怪人登場。我が名は、タランティーナ、栄えあるモーターレギオン、筆頭百大隊長である。敵ながら見事。褒めてやる。だが、この先へ進めば、死あるのみ、我らモーターレギオンの大戦車軍団が、お前たちを粉砕し、蹂躙し、撃滅する。うぞうむぞうは軽く流すとして、先ほどのおばさんタランティーナは、四天王孤児の最後の一人。他の3人が濃すぎて、いまいち印象に残りにくいのですが、何にしても、そろそろ終わりが近いってこった。さて、ここからちょいと、徒歩移動。固定戦闘は特にないので、スプレー使って全逃げで。まずはレバーを動かし、ベルトコンベアを起動します。これに降りれば、先に進めますが。少し寄り道して、タイガーグローブを入手。攻撃力に大きな補正が得られます。レスラーにつけて1割弱上がりましたが、火力はもともと高いので、本当に必要だったかは微妙なとコースト選択ミス。レバーを左か右かなんて選択肢はいいから、やりたいのは動かすか動かさないかなんだから。それはさておき、次に行くのはここ、お化け煙突。これまた落ちるパターンじゃ。はい。ここにはレバーが2つあり、1つは先へのシャッターを開けるもの。今一つは、ここから出るためのもの。レバーを右にすれば、出口を開けていただけるのですよ。ああ、今日も微笑み楽しかったなー。早く戻って戦車に乗らなきゃ。微妙な危険地帯突破、オッケー?なぜここで敵避けスプレーを使ったのかは、私にもわからん。勝ちで移動した後だったので、多分頭がカチカチになっていた。微笑みしなきゃ。お化け煙突を抜けた先では、ランダム煙火がありつつも、シンボル煙火の戦車もちらほら。大した敵ではないものの、RTA らしく回避したい、ということで、一旦建物に入り、配置をリセット。そして、この辺りで一時停止。その後は、最短経路をたどりますれば、マッハ。近いところで煙火すると、当たったのかと不安になるゾノイコ。吸ったもんだがありまして、ギブを求めて3000マイル、これよりマイルはメガファクトリー。ここが、ラプールの裏口かといえば、イグザクトリー。客員重視でございます。敵用の、戦車を作る、この施設。奥行き特化の形状は、重心審査ながら、重々、慎重に行かねばなりますまいて。工場の入り口では、タランさんが、長ったらしい前工場をしてくれますので、小生の兆候ですは、ひとまずお預け。我が戦車軍団を破壊してくれたな。だが、前に破壊された戦車たちは鉄くずとして回収され、この工場で新たな戦車となって再生する。すなわちここは鋼の全域。生命体が無限に繁殖し続けるごとく、金属もまた破滅。そしてこの聖域がお前の墓場となるのだ。愚かな侵入者よ。炎が墓石に刻む母姫を考えながら進むがいい。長かった。おかげで楽ができました。行く手を阻むシャッターは、はしごを登ってレバーをオン。使うのは開けたい側の反対部。シャッターは左右に2個ずつあり、レバーはいずれもはしごの上にあるので、スプレー使ってスプレーします。この間特に見どころもありませんが、かといって3倍以上は速すぎる。
早すぎない？そこで、皆様のために。ソーさん、ソーさん、車を作るのね。そうよ、ソーさんと作るのよ。ソーさん、ソーさん、何が大人の。あのね、スクラップのリサイクル。そろそろボスが近いので、タイルパックをペタペタ。減った SP が回復しますぞ。ついでにキャンプキットで特技の回数を回復しますが、セーブは端末で行った方が若干お得。地球セーブではありますが、次のタランさんが強いので、さらに電光石火もプラス2に強化し足りないじゃないか。できればここで電光石火をプラス2にしておきたかったのですが、稼ぎがうまくいきすぎたせいか、かえって DP 不足。まあ、ええわ。たらなんとか3覚悟。お前たちが、まさかここまでたどり着くとはね。久しぶりに、脳髄が痺れるような戦いを楽しめそうだね。オッスお願いします。タランさんのタランティガーはタフな上、火力が高く、テレ行動も少ないので、実際強敵。無対策で打ち合うと、先にこちらの SP が効くこともしばしば。それではまずいので、これを使う。ハンターの特技、ゴーストドリフト。これでこちらの回避率が大幅向上。カタログスペックでは完全回避ですが、多人数乗りでそれだと無敵になるせいか、いくらか攻撃は受けるようです。それでも火ダメが4分の1ほどになるので、有効に使っていきましょう。敵の攻撃方法は3種類。一つは迎撃可能なものの、当たるとパーツ破壊になる、飛行3連。もう一つは多弾式のミサイルで、こいつは迎撃できる数が限られるので、非常に痛い攻撃となります。そして、さらに疾風攻撃が、両方の攻撃を同時に行う。全問発射！これらをランダム選択なので、痛い攻撃の頻度がぐっと多いぞ。対するこちらのゴーストドリフトは使用回数が厳しく、3回しか使えませんでした。さてどうするか。普段の電光プラス2であれば、このターンで戦車を壊せるはずですが、他にいい手も思いつかないし、俺はここで攻めるぞ。痛い。暴れんなよ。暴れんな。あ、4500もあった SP が一瞬で溶けたぞ。お、落ち着け、落ち着くんだもみじ。もう少しで戦車が壊せるはず。落ち着いて、修理をしつつ攻撃が。タランティガー撃墜。勝った？タランティマ戦、勘。じゃ、今までの仕返しを、たっぷりとさせてもらおうじゃねえか。タイルがないんだから、すぐ壊されるに決まってるじゃないすか、やだー。被害状況は、電光迎撃ブラド、大破。四方が残ればよかろうなのだー。でもやっぱり怖いので、SP は回復。タイルの進化という特技があれば、戦闘中にもタイルを貼れますぞ。回復量は、使用するタイルパック依存。タイルパック L では、1000回復。もう後がないじゃん、アゼルバイジャン。持ってくれよな、この体。はぁ。炎上ダメージでタイルがつき、さらにパーツも破損。冗談じゃないよ！だけど、それもおしまいだ。やったぜ。どこか、ビビらせやがって。余裕なんだよ。アマちゃんめ。とはいえ、ゴーストドリフトが釣った時に、照明弾を投げていれば、被害はだいぶ抑えられたでしょう。まだまだ判断が甘いって、はっきりわかんだね。さて修理しましょ。被害状況を見るに、ダキオンレーダーが破損判定を引き受けてくれた模様。わざわざクエストを受けてまで買ったその効果を正直疑問視してましたが、今回は保険が効いて5万円。音楽が変わったということで、これより先は本格的ラプール。パート2で出てきた安全ウォールの強化版、その名も超安全ウォールが、道中合計で3枚、行く手を阻んでいます。強化版ではあるものの、弱点もそのまま同じなので、
邪剣解体しましょうねそんなこんなで押し通り、警備の兵まで倒しました。厳重なセキュリティが施されており、解除権限を持つ者は限られますが、なんとあの、ゴモドが持っているとか。これまで説明のために、四天王ポジとしましたが、アドミラル、ゴモド、ということで、実は別格らしいです。てなわけで、サーシャに相談したところ、もっと下使って下使ってコラコラと。頭の上に舌を乗せたら、あっさり通過。なんだよラプールのセキュリティガバガバじゃねえか。ラプールではまず4階に行きまして、警備の兵に見とがめられる。その時に、スケックは必ずニュートラルに。自動入力があると、ゲッハ後に、謎の2戦目に突入しますぞ。おっと車止め。突っかかっておりました。はずいですね、これははずい。あまりにも恥ずかしいので、ラプールの攻略の話をしてごまかそう、そうしよう。ラプールは、フランス語で、塔を意味するらしく、その名に片側に高層建築。エレベーターのほか、ドアの開閉などにも、それぞれ対応するカードキーが必要。まずはカードビーから。西塔を巡り、なんやかんやと聞き出すと、4駅東の公園に埋めた、と言われますが。フラグ管理はされてないので、直行して、金属探知機を使い、掘り出します。ID カードを、センサーの前に、かざしてください。ドアの開閉操作が、許可されました。扉の先からしばらくは生身でセキュリティを突破します。スパナランプで大暴れ。決まればあっさり倒せますが、もしガスの木の緑のやつに先行されるとちょっと面倒。オッケー。一応全員麻痺で全滅ですが、そうそうなるものでもないかと。麻痺を回復する麻痺のんは特に買っていないので、序盤の中心セットに入ってた3個だけ。いざとなれば、戦闘中限定で回復する特技、しつけ薬を使うなり、あとはキャンプキットで休むなり。予想外のことは起こる。不足の事態に対応するべく、キャンプキットは不足な器用。激おまじゃぐ。さて現在、エレベーターで来たのは東塔 2F。こちらでも、本来聞き込みするはずが。パス付きの、扉のパスが変わらない。何周しても変わらないのだ。これも聞き出す意味ねえな。そんなわけで、次のカードキーのある 1F にやってきたのだった。おっと友選手、ここで不思議な U ターン。ガバ操作じゃないぞよ。ちゃんと理由があるんじゃ。今ぶつかった警備兵、画面転換しないとなぜか反応しなくなり、扉のところで詰まってしまうのですよ。それはさておき、ここが九段のパス付き扉。は22360679。申し訳程度の警備ロボには、今回は、キノコカットで臨みます。超会心とは運がいい。おかげで1ターンで倒せましたぞ。カードを手に入れましたので、4倍速で戻りとうございます。このカードで直接行けるのは 6F まで。それより先は階段で上に行き、そこで新たなカードを入手。さらに階段へのドアを開けて、次のフロアでまたカード取って、といった流れになりますが。ここでは戦車が使えるので、初見の敵も軽く蹴散らしてやりましょう。次のフロアでは事故率があるので、キャンプキットで一旦セーブ。ついでに特技の強化もしときましょ。思いつきなので、セーブ後にやりましたが、そこまで事故率ないし、気にしない。7F の入り口には、先ほど倒した警備メガリス。こいつは硬いので、キノコを使って一ターンで。全員スパナでも2ターンですが、敵の攻撃演出が、人眺め。あ、事故率ってのは、こいつのことじゃないですよ。次の敵、ガードゴーレムのことでもないです。キノコスパナ定食もう一丁。電撃での全体麻痺がなくはないですが、防具で体勢つけてますし。
真打ち登場、エセルさん、てめえだよ、てめえ。危険度はありますが、戻ってのセーブはキャンセル。いざ鎌倉。こいつは、全体への誘惑をしてくるクズ敵で、アタッカーに刺さるとまずいのはもちろん、全員に、同時に刺さると全滅と。できるだけ、敵の手数を減らしたい。そのため、キノコでの強化と並行で、天下の宝刀、横綱オーラを使用。こいつは3ターンの間、全能力を2倍。暗黒舞踏と組み合わせ、ダメージはさらに加速した。ついでに、おたけびも使用して、同じターンの味方の火力を気持ち程度に補強します。この他に、次のターンのみ火力が2倍のドラムストレッチ、という特技もありますが、これはオーバーキルになりがちなの。使う前に誘惑されると、深い悲しみに包まれますぞ。一定ダメージを与えると、形態変化。変化後も、誘惑してくる嫌なやつ。全員麻痺でも全滅、と前に言いましたが、誘惑が話題とされるのは、耐性を、得づらいこともあるのかなと。一応、サングラスに耐性があるものの、それでも、食らうときは食らいます。女性にしても、お構いなしだよ。だけど、それもおしまいだ。ここから先に、これといった強敵はいないので、これからは楽させてあげるね。やだ。これで、終わりだなんて。8F では、グレイ博士がネットに再登場。確か名前は、メイメイちゃんだったっけ？ちっちゃくて可愛いね。警察だ。何が目的だ？体か？おやおや。なんともうるさいモルモットたち。君たちには別の実験を用意してあげよう。さあ、目覚めろ、サメクマ！オッスお願いします。サメクマというと MM3 にもいましたが、そいつとは比較にならないステータス。こいつは一撃がぐっそ重いぞ。しかし絡めては辛くし、昏睡、疑惑、麻痺などは一切なし。そして何より耐性が足りない。禁断の注射器が効くので照明弾で火ダメを減らしつつ一発狙いをしてやるのじゃ。ただ一撃の重さはやはりヤバい。回復ラインは高めに設定しましょう。当たると確定痛恨のやつは2000弱のダメージが出ますぞ。そういえばこいつの耳、クマというよりパンダですが、実は巨大にあったパンダだも、ここの出身らしいっすよ。パンダガを倒してなんやかんやすると、レスラーの固有キャラが仲間にでき、汎用より高いステータスがありますが、早にそれなりの時間がかかるのに加え、この戦闘では、暴走して創作の、チャートへの採用は見合わせました。ところで、もう2時ですけど、この戦闘、まあだ時間かかりそうですかねー。ダメみたいですね。作戦変更。キノコを与え、横綱暗黒舞踏でラッシュをかけます。直前のランでも聞かずじまいだったので、こんなこともあろうかと、キノコの予備を残しておいたのさ。即死成功率は 50% とされていますが、注射器をプラス1した反戦は 55%。プラス1にしたのは予定外なのですが、それはさておき成功率が低すぎる。低すぎない？解体は確率通りに効く気がしますが、注射器はレベル差が確率に影響する可能性が、よれぞん。これはあれですね、最初から殴り倒す狙いの方がいいんじゃないかと。チャートにちゃんと書いときましょう。簡単だった。テストランではそれなりに効いてたんだけどなぁ、これはなぁ。実験は中止する。その娘は君たちに返すよ。だから許してくれ。話が進まないので許しましょう。おお、再生したのか。すごいぞサメクマ。そんな僕な。うっ。グレイさんはサメクマに巻き込まれ、しめやかに爆発飛散、インバオ砲。ここで助けたメイメイちゃんは、パート2に出てきたカリンの妹で、サブシナリオを進めていると、やっと、幼女を助けられたんやなぁ、ってなりますが、今回は初対面。
いろいろとすっ飛ばしてきた結果、なぜか助けに来たような流れになり、他の子供も助けたことになってます。一見ロボポリス3にしか見えないパーフェクトガードは完全ガードの特性持ち。スパナランブにはガードが反応しないので、一ターンで仕留めて差し上げろ。申し訳ないが、ラロスペシャルは NG。ほぼ上位互換なのですが、こちらはガードモーションを取られます。ここのシンボル演歌は、最初の気合でかわしたその後は、下から回ると避けやすいです。先のフロアに続き、この 10F でも、無造作にカードが置かれておりまして、カード集めはこれにて終了。開発が終盤で息切れした、わけではなく。表だった協力はしないが、ベルイマンは倒してほしいってことらしいっすよ。ナースの固有キャラにまつわるサブイベを進めていると、さっき出てたおっさんに直接渡してもらえます。11F はスルーか。これまでのロボと見分けにくいですが、ロボスワットという別個体。こいつはなりこそでかいものの、案の定解体がつくので、ラロに任せて他の二人は補助と回復を。これまでにも散々使っていますが、戦闘中の回復は、全体にアイテムを使う戦場の天使が便利です。この戦闘、2回も失敗を出したので、大差し掛けとうございまする。3度目の正直。OK? うまいぞー経験。ロボスワットはしめやかに爆発したん。そして次がお待ちかねの最上階だ。あ、12F はただの宝部屋なので寄る必要はないです。最上階に着くだけでクエスト達成。申し訳程度の経験値を得られます。ベルイマンとの対決も。いよいよだな。つい忘れがちな目的は、おっさんの救出。力ずくで奪い返してやるのじゃ。力ずく、か。今回はここまでです。ご視聴ありがとうございました。見てください。試してみるがいい。お前たちの力ずくとやらを。ラスボスが強力若元な RPG の RTA、もう始まってる。とりあえずこいつが挨拶か。戦術はいつものように、キノコ暴力照明弾、キノコ暴力照明弾って感じで。相手はダメージ4なんで、携帯変化。ラロの雄たけびも交え、火力補強を図りましたが。どうか?4万には、わずかに届かず。暗黒舞踏をプラス2にしてたとしても、乱数が出れないとダメみたいですね。形態変化の直後には、目崩しが切れているのに要注意。特に、攻撃の威力を2倍にする、電気の呼吸はやめろって。正直ドッキリしましたが、キノコには防御を上げる効果もあり、反転に当たり、被害は軽微。武器を捨てた後の HP は2万。最後の一発決めてやめよう。落ちないんだよ!あまりにも惜しいので、暗黒舞踏はプラス20点。チー、覚えた。敵のナイフ攻撃は、命中イコール痛恨の、く、添えたい攻撃ですが、あと少しなので、君手出すと、おたけびや鉛筆が長いので余計でしたね。反省。反転は、行動遅いよ、何やってんの、怖い獲物の、オーラが切れての戦闘は、実際厳しい。やったか?なるほど。なかなか、茶番は終わりだ。ねえ、なんだ、うわぁ、貴重な日向のボイスが入り、あいつ、口が聞けたのか。で、それどころじゃないですね。ベルイマンは、どこ?ここ?なんだこのおっさん。うわぁ、これはノアに対抗するべく研究された人体を化け物に変える V 字院計画の賜物ですね。間違いない。まったくもってノア様様、笑える話だぜ。それはさておき大ピンチ。操縦デバイスのありかを教えれば日向を返してくれるんですね。クロモグラの操縦デバイスはコンクリ島にある。よかろう、ガキは返してやる。おらよ、あやったぜ。とはいえ遺伝危険な領域、追い打ちかけて落とさないでください。何でもしますから。うはははおしろおしろ、うはははは。手を離さないでギブ。
今引き上げてあげる。ねえ、うん、アマちゃんめ、ここで落とさなかったことを後悔させてやりましょう。しかしベルイマンにはここを去られデバイスのありかも知られ、どえらいことになったわい。近くの3人に話し、しばらく待つとイベント進行。よし行こう。とにかくコンクリ島に戻って操縦デバイスがどうなってるか調べるんだ。てなわけでしばらくイベントタイムです。レビテータとかいうこの装置では次のイベントが起きる 11F を指定。 10F を選ぶとロスになりますぞ。下に参ります。一方その頃はっ、いきなり出てきたおっさんはマリオーニという名の配管工。キノコが好きそう。ラプールのセキュリティをいじれる貴重な人材みたいっすよ。これをこうして設定をこう変えてた。勝手に入れて何者だ。オミババは礼儀取ったんか。なんだい、案外不用心なもんだね、ラトゥールってところも。オニババはスキーヤの身を案じてわざわざここまで来たのだとか。やっぱ家族なんすねー。ぬっ殺されるのも辞さないとの覚悟。そこに日向一行がやってきて、オニババとスキーヤの感動のご対面だ。おばあちゃん、でもおばあちゃんがなぜここに。バカな孫娘を持つと苦労が絶えないってことさ。憎まれ口を叩きながらも心温まる会話の後にはムービーがあり、終盤のトイレタイムにうってつけ。深夜開始による変なテンションに加え、ここまでの高タイムに興奮気味で配慮はキャンセルだ。まさかそんなこと。お兄ちゃん、お兄ちゃんなの。どうしても君がそのクロモグラとかいう地底要塞に乗り込まなきゃならないのか。軍に任せておけばいいじゃないか。その話はもう終わった話でしょ。今さら蒸し返さないで。もし世界が平和だったらきっと私たちには、そしてこの子たちにもまるで違う未来があったでしょうね。この子たちが育っていくのを私たち二人笑いながら見守っていられるような、そんな夢のような穏やかな日々が。ママとお兄ちゃんは一緒に来ないの。ごめんね、ジャンナ。あんたのお母さんは死んじまったのかい。そうかい、かわいそうにね。あんたたちが眠っている間に私はこんなに醜い老婆になっちまった。思い出したくもない地獄のような50年を生き抜いてきたおかげでね。でも生きててよかった。そのベルイマンとやらを追いかけるんだろ。とっとと追いき。お帰りはドップシステムでひとっ飛び。コンクリ島へ直行してもいいですが、残るラスボス戦のため忘れないうちに補給して、ついでに特技の変更も行った戦争事故。このようにいらない場所に出ることがあります。ロスイッチャーロスイのですが、発生率が高いので、1、2回は許容範囲。他に、さて先の主人公と遭遇する場合がありますが、これはロスが大きめ。イベントが起きないことを祈ります。それはさておき、今ここでつけるのは、意外、それは忍者ステップ。これは、ゴーストドリフトの人間版、とでも言うべきもので、一ターンの間、完全回避。最後は戦車戦なのになぜつけるのかは、ラスボス戦を交互期待。また他に、これまでの強化を初期化して、BP に戻すことができるので、反戦も戦車戦仕様にしてしまいます。
先行もプラ2にできて5万 S。 では帰るぞ。次の目的地はコンクリ島。ちょうどスタート地点へ逆走する形になりますね。そこへのトンネルがあるのはここバビロン駅ビル。すべてはここから始まった。車に乗って行けるのはここまで。この先はコンクリ島まで歩くことになるわ。エルイマンにやられちゃったりしたら首絞めちゃうから。サーシャが変形して二人運べば三人だけは早くつけるという理論で、他の仲間は置いてけぼりに。一緒についてこさせてもこの辺りで同じことになるので、おとなしく待っててもらいます。三人目は非戦闘員のギブですが、できるんなら戦闘時も二人乗りに対応してくれませんかね。トランスポータースタイル。さあ乗って、先回りしてベルイマンを出し抜くわよ。そういえばメッセージを送るときはアナログスティックを回すのよと以前言いましたが、選択肢が出ていたのに指ん中でぐるぐるしていましたね。多分疲れていたと思うんですけど。残りはここのイベントと、あとはラスボス戦だけなので頑張らないと。でもすでに7時に近い時間です。行きはよいよい、帰りは怖い。逆勾配のロープをサルーのように渡ります。くっそ大変そうなんですが、これは案の定ギブには実際大仕事だが、しかし日向の方は上の空。今ここで眠れる記憶が蘇る。明日はまた新しい始まり、笑ってごらん、誰も見ない、一人じゃない。あれはシャンヌ。ジャンヌだったんだ。あれはジャンヌ。ジャンヌは、あの人は大破壊から50年も生き抜いてきたんだよ。まさかあの鬼ババが50年前に生き別れた日向の妹ジャンヌだったなんて。その前のムービーでわかるわ。バカにしてんのかウレアン。おっと、取り乱してしまいました。失敬失敬。さて現在、コンクリ島はすでに荒らされ操縦デバイスが失敬された、かと思いきや、小生とは対照的に、すごい、静か。急いで、部屋の中に入って、本棚から、本を持ってきてくれ。行って本棚を調べてみれば、わかるはずだ。お前なら、な。唐突すぎて、これもうわかんねえな、と思いましたが、左隅の本棚には、触るな、と書かれた本が一つ。どう見ても操縦デバイスです。本当にありがとうございました。なぜこれが今まで敵に見つけられなかったのか、私には理解に苦しむね。形状がわからないにせよ、最初にギブを捉えた時に、普通はここを矢探しする。誰だってそうする。俺もそうする。と、そこに出てきたベルイマン。これは、罠だったのかー。相変わらずの脳筋交渉をしてきますが、取れるチャンスはいくらでもあったぞ。もっと頭使ってほらほら。二人とも、逃げて！とっさに前に出てくれましたが、初期レベル放置のサーシャさんに、一体何ができようか。いや、できない。いや、まあ、限界突破してレベル999まで上げようが、イベントの流れからは逃れられないわけですが、こんな時に言うのもなんですが、MM4 ではレベル上限解放アイテムがぐっと集めやすかったりするのですよ。まずはこのエージェントアンドロイドからだ。やめてほしいけれど、そのデバイスをよこせ、ギブスン。操縦デバイスはお前に渡す。だからサーシャを。いいだろう。あのさぁ、そんなことしたらベルイマンに怒られちゃうだろ。しかも取られてるし、この博士、本、まつっかえ。そうだ、それでいい。俺は、
この世界の、いや、この惑星の王となるのだ。ね、デバイスを手にしただけで上機嫌。単純野郎で助かりました。ここで他のメンバーが合流し、今後のことを相談しよう、そうしよう。選択肢は適当で OK。周りが勝手に言うことにゃ、行き先は分かってるから追っかけろ。あ、そうだ。ここでもボイスをオフにしてると微短縮が効くみたいっすよ。長いバビロン駅ビルへの帰路は暗転中に自動進行。それに前後してズキーヤと話したことは、おばあちゃんの名前はジェンヌだよね、だって自分の妹だし。何言ってんだこいつ、と思われましたが、鬼ババに会っての確認はキャンセルだ。このままラスボス戦に。行くぞ。最寄りのブクマはスパイツに、すでに対策はしてあるので、セーブなど。不要だ。クロモグラに、操縦デバイスの信号が届くエリアに入ったわ。地図に示されているエリアのどこかに、ベルイマンがいるはずよ。さて、悪のゴンゲのように語られる、我らがデーモン若元ベルイマン閣下ですが、この状況下で結婚面倒見ても、平凡で退屈な人生を送らせてくれる。慈悲深い。お方。ほっといても割と大丈夫そうですが、悲しいけどこれ、正規エンド狙いなのよね。見せ黙りましょ。ついに手に入れたぞ、クロモグラを。クロモグラを破壊するなら今しかないわ。お前はどうなる。クロモグラを破壊してしまったら、お前を充電することができなくなるんだぞ。もう二度と。いつかまた作ればいい。クロモグラを、人間はなぜ祈るのか、私にも理解できた気がする。願わくば私たちに勝利を。やるよ。ベルイマンが操るクロモグラとの戦いでは、初手の指定魚雷が超危険。これはパーツ破壊効果の超多弾攻撃。まともに食らうとやはりヤバい。そのための忍者ステップ。わざわざ降りて使う手間と特技を交換する時間こそかかりますが、これさえかわせばあとは消化試合。来ました、これが指定魚雷です。見ての通り、ノーダメージ。おめでたいね。敵はローテーション行動で、その周期はぐっと長いので、2周目の前に撃破してやるのじゃ。敵の耐久性能ですが、高い迎撃性能を前提にしているため、意外と控えめ。迎撃無効の強化宇宙砲は相性抜群。はっきり言って、タランティガーの方が強いです。以降は A ボタンを連打するだけの簡単なお仕事になります。そういえば、別撮り音声を取るときに、この戦闘で、うっかり、忍者ステップを使い忘れたのですが、かなりボロボロにされましたが、勝つこと自体はできました。このことを踏まえて、改善案を考えますと、忍者ステップを自然習得する、誰だけおろしてゴーストドリフト、安定度を保ちつつ、速さが出せそうです。確実とは言っていない。もう話すこと残ってないよ。じゃないぞよ。2戦目があるんじゃ。なんてことだ。たった一つの希望、
自らの手で破壊するしかないなんて、なんて愚かなんだ。人間って生き物は。腐ったれだな。俺の大事なクロムグラをよくも破壊しやがったな。許さんぞ、皆殺しにしやがる。2戦目はダース・ベルエマン。完全ガードの特性は、強化宇宙砲の前には無力。12万削るとさらに変身しますが、どちらも A ボタンを連打するだけの簡単なお仕事になります。最初にやってくる体当たりは守備力依存の攻撃ですが、生身の守備力はそこまで高くないので、守備力を改造していると明らかダメージを負うという癒し。これといったパーク破壊攻撃もないので、これもうまける要素ねえな。変身後は巨大化して、再現なく攻撃力を上げてくるので、難易度を上げていると強敵になりますが、難易度というのが、そもそも2周目以降の要素なので、これまで通り打ち続けます。似合ってよかった。私の電池もう切れるみたい。私はあなたたちを信じてる。人間の力を信じてるわ。文明を再建して昔よりもっといい世界を作って。作ってみせるよサーシャ、僕たちの手で。あなたと一緒にいるとまるで人間になったような気がした。感じるはずのない怒りや悲しみや喜びを感じたような気がした。あなたと一緒にいて私は学んだの。好きな人と一緒に笑うのは何よりも素晴らしいことなんだって。あなたにしてあげられることはもうこれしかない。あんまり無茶な乗り方して壊さないようにね。もっともっと愛について学びたかった。お母さんのお兄さんならおじさんだけど、おばあちゃんのお兄さんのことはなんて呼べばいいんだろう。おじじいちゃん？お兄ちゃんでいいんじゃないか。涙のせいで
僕は3時間33分42秒18。クリアデータも3時間33分。だいたい合ってますね。最後に本体時計を移して終わりにします。終了時刻7時12分。OK？それでは、長時間のご視聴、ありがとうございました。